昔も今も。山本周五郎作。一の一。自分が運の悪い生まれつきだということを、直吉は早くから知っていた。顔も体つきも見栄えがしないし、気配も効かないし、口下手で不器用で、我ながら愛想の尽きるような思いを指示してきた。ごく幼い頃、両親に死なれ、九つまで、 おじに育てられたのであるが、その自分から気性の強いおばに、のそのそしていると言っては、よく切開された。おじは捨て蔵といって、おばとの間に五人の子があり、紙くず飼いだとか、軽子だとか、日雇い妊婦だとか、夜泣きうどんなどというように、次から次と食を変えながら、お人よしで酒飲みで、いつもひどい貧乏暮らしをしていた。おばは、 おふくという名だった。かたぶとりの小さな体に、うちわのような大きな手をして、いつも草履の朝らづけとか、旅の小はぜかがりとか、下駄の花を作りなどという内職をしていた。直吉は、こもりをするのが役で、朝起きるとすぐさま赤子を世話わされ、飯を食うのもそこそこに、小さな二人の子供の手を引いて、外へ出される。 せんべいとかふかしいもなどと一緒におむつの入った風呂敷包みを持っていつごろからそんなことをしたか覚えがないどんなに記憶を遠くたどってみてもこもりをしている以外の明け暮れは思い出せないのであるおそらく6つか7つくらいからではなかったろうか赤子が腹をすかして泣くとせんべいをよくかんで口へ入れてやる おむつが汚れれば取り替える。二人の小さいのも、合情にむずかったり、ものを欲しがったり、ついすると、勝手な方へ駆け出すので、少しも目が離せない。転んですり傷でもさせると、それこそ珍事で、おばから、ありとある雑言を浴びせられる。おお飯ばかり暗い上がって、こもり一つ満足にできねえ。 宿六は宿六で犯人名の稼ぎもなしに酔い取れてばかりけつかる。この大人数を一体誰が壊していると思ってるんだみんなオラの痩せ腕一つじゃねえか。オラはてめえなんぞを養う義理は爪の先ほどもありゃしねえんだ。どこへでも出てって二度と帰ってくるな。そしてどこかしらに、青技のできるほど切管されるのが決まりであった。捨て造王子はいつも酔っているか 酒の気のない時は炭の方で黙って粉になったタバコを吹かしていた。槍の音のするキセルを司祭らしく上げ下げしたり、上目遣いにどこかを睨んだり、何か思惑ありげに、こうっと、などと呟いたりする。大抵の場合、どうしたら酒にやりつけるかと思案を巡らしているのだが、しばしばそれが食を変えるきっかけにもなった。 ゲンさんからお頼まれたんだが、どうしたもんだろうかな。兵さんが足をくじいたんで、相棒に困ってるんだとよ。かごかきというのも今さら言われた話じゃねえが、元でいらずで損をする気づけはなし。一つやってみるかな、おふく。そんな時、おばは、見向きもしない。そして、うちわのような大きな手で、せっせと内職を続けながら。 自分には全く無関係だというふうに答えるのであった。やりたければ、勝手にやるがいいさ。何をしたって稼いだもな、みんな酒になっちまうんだ。どうせ米一号の足しにもなるわけじゃないんだから、今さら相談するが、ものはないのさ。それが習慣になっていいので、自分では意識しなかったけれど、おじの家にいる間はいつも空腹だった。もちろん、彼一人が植えていたわけではない。 おじの化石がなく、おばの内職が途切れると、4日も5日も、米の買えないことがある。そんなときは、ふかした芋とか、なんの粉とも知れないものでこしらえた焼き団子とか、名や大根ばかりの汁などで済ますのだが、間が悪いと、半月もそういうものばかり続くことが珍しくはなかった。世間というものがいかに厳しいか、稼ぐということが、 どんなに困難であるか、食って行くというだけでもいかに難しいか。直吉はこれらのことをその年齢で身にしみるほど経験したのであった。記録の店へ彼が住み込んだのは九歳の年の十二月である。それは捨蔵おじがいよいよ暮らしに困って、某州のなんとやらという田舎へ、おばの縁故先を頼って行くことになり、直吉だけを 記録の店へ頼んだのである。記録はその頃、かなり名の知れた差し物市しで、小引町六丁目に仕事場と店を兼ねた住まいがあり、うち弟子と通いの職人とで、いつも十二三人の者が働いていた。そこでも彼はいち早く、のろまという名をもらった。そして、自分でもそれを素直に認めた。一体職人という者は、 口ががいな上に手がいどこそこから何を持ってこいなどというのが、巻き舌で、パッパと叩きつけるような調子だから、初めのうちは、ほとんど聞き分けることもできなかった。まごまごしていると、このツンボと、怒鳴られる。物を間違えて持って行くと、いきなりんこが飛ぶのである。どこで取れた化け物か知らねえが、大変な代物だぜ、こいつは。耳は遠いし、満足に舌は回らねえし。 辛いひょっとこで、のろまときやがる。刺し物師の弟子になるより、いっそ因果物にでもってる方が銭になるぜ。島蔵という職人にこう言われたことを、彼はよく覚えている。弟子たちの中でも腕っこきで、それからまもなく芝のあたご下へ家を持って一人立ちになり、記録の親分の亡くなるまで相談役として常に出入りするようになった。その時の悪口も、 深い意味があったのではない。その場だけの出まかせと言ってもいいだろうが、しかし、直吉はひどく参った。因果者といえば、見せ物の中でも陰酸な風車である。彼はその不吉な、暗い、救いのない穴の中へ、いつかしら、必ず自分が落ち込んでゆくように思い、息の詰まるような絶望感に、長いこと、悩まされた。 それからまた、英語という職人に、真面目な顔をして。お前のへそは、緩んな色に違いない。だからみんなそこから持ってしまうんだ。よくへそを見て、しまっていなかったら、飯粒かなんか詰めておけ。と、言われたことがある。彼は仕事場の裏へ行って、自分のへそ、をよく調べてみた。しかし、そこに異常があるのかないのかわからなかった。ちゃんとしているようでもあるし、 また、どこかしら、緩んでいるようにも思えた。結局、その夜は、夕食のとき、つ粒を取っておき、寝てから苦心して、へそへ貼り付けた。もちろん、長くはついていない。すぐに落ちてしまうので、食事のたびに、つ粒を取っておいては、繰り返したのであるが、そのときの懸命な気持ちも、彼には、忘れることのできないものである。 そういう状態から彼を救ってくれたのは、女将のおゆきであった。その頃、親方の六兵衛は四十一にだったろうか。固く引き締まった骨太の体に、酒焼きのした眉の濃いいつもむっとしているような顔つきで、どこかしら近寄りにくい感じを持っていたが、妻のおゆきは五尺そこそこの背丈で、やや肥えた体格好もそうだし、 片方のちょっと斜視になった、あどけないような目の表情などにも、下町育ちの単純で、情にもろい性質がよく現れていた。親方とは、年が遠くらい違うらしい。長い間、子がなかったところ、その年の初めに思いがけなく女の子が生まれ、それこそ、宝物でも授かったように、大事にかけて育てていた。その 赤子の森と奥の使いをするということで彼はおゆきの方へ引き取られたのであった幸せな日が続いた奥には三人も下女がいる上におゆきが幼い彼を憐れがって何かとかばってくれるため子守をする他には用事らしい用事も言いつけられず当分はあまりの気楽さにかえって落ち着かないような日を送った 小引町六丁目というところは南側が武家屋敷に対し北側が三十軒堀に面している表通りには記録をはじめ絹屋という質屋酒屋糸綿屋小間物屋などという商家が並びその路地路地には裏長屋があってとい移植の貧しい人たちがごたごた住んでいたこれらの裏長屋には 悪道がたくさんいて、町内は彼らの領分であったから、直吉はいつも汐留堀へ行って、こもりをした。記録の筋向こうに、溝口修善と堀田摂津の屋敷がある。その間の道を、まっすぐに南へ山頂ばかり行くと、下子に突き当たる。そこを汐留堀というのであるが、周りは皆、武家屋敷ばかりだし、堀に沿って、 かなり広い空き地があり、ひょろひょろとした干木や雑草が、ところまだらに生えているのと、よく砂利や石や砂などが揚げてあるので、そしてさらに良いことは、周りが武家屋敷で口やかましいため、悪童たちがほとんど寄りつかないから、好きなように子守をして遊ぶことができた。直吉にとってはその空き地が、故郷のように忘れがたい。 かぼそくいじけた寒木のささやかな茂みや、花とも言えない雑草の花や、揚げ潮時の流れに映る夕焼けの雲の色などから、彼は初めて空想の楽しさを覚え、まだ知らな,ない世界への憧れをそそられた。空き地に砂が揚げられた時はことに楽しかった。その山をかき探すと、名の知れぬ貝がたくさん出てくる。その中には、 しばしば生きたしじみがいたし、まだ生々しい小ガを見つけることもあった。海からあげてきた砂は、潮の匂いがした。そこには、アマグリやアサリや、そのほか、マキなどの、珍しい貝殻が、幾種類となく混じっている。彼は、それらの貝や貝殻を手にしながら、その砂のあった遠い山の彼方の川や、 白い波の寄せる海の景色を想像して、郷愁のような物思いに我を忘れるのであった。一の二。背中におぶっている薪を下ろして、初めて外で用を足させたのも、その空き地であった。歩き出すようになった薪が、結付つけ通りで初めて歩いたのも、そして、 転んで初めて額にコブを出したのも、また粗相をして着物を汚して、いいおべべがこんなになった、とひどく泣いたのも、すべてその空き地でのことである。枯れかかった雑草の中に座って、彼は頭に浮かぶ限りの空想を、よくマキに話して聞かせた。しかし、それは美しいものでも楽しいものでもなかった。むしろ滑稽なくらい。 どの話にも貧乏や飢えや病気や死や、生活の苦しさや、悲しい別れなどがついて回った。そして、文吉はどこかへ行っちまったのさ。どこかへさ。誰も知らないとこへさ。うん。みんな同じなんだよ。彼はこう言って、空の遠くを眺め自分の話に自分で身につまされてため息をつく。人間は、 金持ちでも貧乏人でもみんな悲しい辛いことがあるんだ。昨日までの旦那が今日から買うかきになるし、飲みたいだけ酒を飲んでピンピンしていたものが、急にお買いも食べられない病人になっちゃうんだ。昨日までいい仕事をさせてくれたお店が今日はそっぽを向いて相手にしない。するとお米も買えなくなってしまう。しょうがねえ。変なものを食べながらまたどこかしら仕事を探すのさ。うん。 それが世間っていうもんだからね。けれども、話の終わりには必ず、こう付け加えることを彼は忘れなかった。でも、まー、あ、ちゃんだけは違うんだよ。まー、あ、ちゃんだけはそんなことはない。まー、あ、ちゃんは病気にも貧乏にもならないし、死にもしない。親方や女将さんがついてるし、なおもついてるからね。本当だよ。まー、あ、ちゃんだけは一生幸せに暮らせるんだよ。 せいぜい四つか五つくらいの薪が、片手で身のついた枯れ草をむしりながら、切ないような表情で聞き入っている。どこやらしかめつらしく痛いけなその格好を、ずっと後になってからも彼はありありと思い出すことができた。七八つになっても薪は直吉に付きまとって離れなかった。仕事場にいる彼を呼び出しては、突き当たりへ行こう。 だ。道の突き当たりになっているので、その歌詞の空き地を彼女はそう呼んでいたのである。ねえ、なお、ここんとこ、なんだったかしらそこははじめて、まー、あ、ちゃんがおしっこをしたところですよ。やだ、ふふふ。手を挙げてぶつまねをするが、また忘れたふうをしてはいくたびも同じことを聞いた。転んでこぶを出したのはここ。 ままごとの草を摘んだのはそこ。牧キにとってもその空き地は、幼い日の自分と切り離すことのできない場所だったのである。幸不幸は、その状態が過ぎてみなければわからない。なおきちにとっては、記録へ住み込んで牧キの子守りを始めてから、およそ七年余りの年月が、もっとも幸せであった。無論、この間に仕事も少しずつ教えられた。 何を作るには、生地は何を使うか。渋と漆はどう塗っていくか。特産磨きはどう、艶出しはこう。道具の研ぎ方、のこぎりやカンナの使い方。必要なことを怒鳴られたり、ぶたれたりしながら覚えていくのであるが、生まれつき勘が鈍いというのだろう。何事にも彼は飲み込みが悪いので、いつまでも職人たちからは、グズだの。 のろだのと呼ばれていた。なおのやつは奥手らしいから、そうむやみに痛めてもしょうがねえ。まあ、習うより、なれろでやるんだ。親方はしばしば、そう言って取りなしてくれた。いつもむっとした顔で、あまりものは言わないが、目に見えないところでいたわっていてくれることを、彼はよく知っていた。その点で、おゆきのほうはもっとじかだった。 彼女には、直吉の悲しい身の上よりも、その顔形や、反抗することを知らない愚直さや、救い難い不器用さが、慌てでならなかったらしい。焦ることはないよ、直吉。若いうち、腕っこきと言われても、四十でまな板削りに落ちぶれるものもあるんだからね。人間は運、うん、どん、こんというくらいで、性分がどんでも、根気さえ良ければ。 きっと立派なな職人になれるんだから、三年かかるところを五年かけるつもりでおやりよ。自分の産んだ子にでも言うように、お息きは繰り返し、こう励ましてくれた。そして一方ではマキが彼を呼んでは、お手玉やままごとの相手をさせ、突き当たりへ遊びに連れ出すのである。確かに彼はその年月の間、幸福であった。 植えることもなかったし、いくらかは小遣いも持っていた。そして、いかにも彼らしいつつましさで楽しい将来を空想することもできたのである。直吉が十七歳になった時、政治が記録へ弟子入りをしてきた。彼は麻布イーグラの川松という料理屋の三男で、その時十五歳であった。川松は川魚料理で知られた、 山手では指折りの古い店で、政治を頼むにも特別な契約があったらしい。初めて記録の店へ来たときには、その父親が職人たちから下女にまで祝儀を配り、それからあとも来るたびに、何かかにか心づけを欠かしたことがなかった。政治は色が白くて、小さな引き締まった口と、描いたようにキリッとした目鼻立ちを持ち、 特に少し剣のある利口そうな目が人を引きつけた。政治は無口であった。それがいっそ彼の際立った相棒を引き立てた。勘が優れていいと見え、教えられることは黙っていて、間違いなく覚えた。起点が効くし、することにそつがなく、人の気持ちをつかむことに巧みだった。前にも言った通り、彼は初めから、 他の弟子とは扱いが違っていた。言ってみれば、預かり後のような形で、食費雑用なども親元から届けていたらしい。寝るにも他の弟子たちとは別で、奥に彼だけの部屋が与えられたし、洗濯などは一度もしたことがなかった。直吉と政治との関係は、一月と経たないうちにはっきり定まった。 もちろん、政治の賢い目からすれば、直吉がどんな人間かぐらいは見通しだったろう。だが、彼は機械の来るまでその警部を隠していた。むしろ他の者より親しい様子を見せ、優しく情報する態度さえ示した。そしてある日、久めの音のパラパラする寒い夜のことだったが、政治がみんなにそばをおごると言って、 その使いを直吉に頼んだ。ひとぽしり行ってきてくれ。ごく自然にこう言って、何がしかの金を渡した。これで詐欺払いにしてきてくんな。それはおめえの使いちんだ。直吉は金を手にして、ちょっと相手を見た。けれども、すぐに神戸を垂れ、黙って土間へ降りて、晩傘を取った。おい、手っ取り早く頼むぜ。 傘をさすほどの帳場じゃねえや。反転のシルドも引っかぶって飛んでいきねえ。職人たちの怒鳴り声を背に浴びながら彼は外へ出た。そして傘に当たる雨の音を聞くのと一緒に後から後から涙が出てきて止まらなかった。彼は雨の中を歩きながらおじの家での絶望的な生活を思い出した。酒を飲むほかに希望も喜びもないおじ。 うちわのような、ぶざまな手で、寝る間も惜しむように働きながら、逃れることのない貧乏に、あえいでいるおば。いくら噛んでも、ぼそぼそするだけの焼き団子や、ふかした芋だけで過ごした、空腹な日々。おら、てめえなんぞを養うぎりは、これっぽちもねえんだ。どこへでも出てって、二度と帰ってくるな。こう、ののしる、おばの声まで、直吉はまざまざと、 思い出すことができる。そうだ。政治の侮辱は決して不当ではない。自分はそういうご見た目から育ってきたのだ。腹いっぱい食べ、暖かく寝られるだけでもありがたいと思わなければならない。我慢しよう。直吉は涙を拭きながらそう呟いた。これが俺の持って生まれた運なんだ。直吉はますます影の薄い存在になった。 六兵衛やおゆきも明らかに政治を愛し出した。あれほど直吉びいきだった牧でさえ以前ほどは付きまとわなくなり、物を言いかけるにも彼と政治とでは全く態度が違っていた。彼にはいつも直であるが政治を呼ぶ場合はさんであった。お手玉の相手にも芝居や物詣のともにももう直吉を呼ぶことはない。 ひなのせっくに友達を集めるとき、遊び相手に座敷へ呼ばれるのは聖児で、直吉には履物を直す役が回った。ねえ、いさん、ちょっと来てよ。人数が足りないんだからさ。ねえ。あとで行くよ。今手が離せないんだ。じゃあきっとよ。忘れちゃっちゃ嫌よ。一日に行くたびもこんな問答が交わされる。聖児は素直に、 マキの言うことを聞くということがない。今はダメだとか、そんなことは嫌だとか、そっぽを向いたまま、ひどくそっけない返事をする。じゃあいいわよ。もう頼まないわよ。マキもそんな風に怒ることが珍しくない。けれども、すぐに引き返してきて、またせがむのであった。聖ジはそれを、ちゃんと知っているのである。マキに対してだけではない。 周りの者にとって自分がどんな存在であるか、彼らが自分にどれだけの価値を認めているか、政治はそれをすっかり見通しているのであった。イーグラの川松からは月に一度ずつ誰かが挨拶に来た。大抵父親か母親であるが、そうでない時にも職人たちから下女への修儀は決して欠かさなかった。 そしてまた聖事は10日に一度ぐらいの割で職人たちを連れていいぐらい行き好きなだけ飲んだり食ったりさせた。直吉はかつてその仲間に加わったことがない。来ないかと言われたこともないが誘ってくれるだろうと思ったこともなかった。彼は諦めたような微笑を浮かべながらみんなの楽しそうな様子を自分の場所から おとなしく眺めていた3直吉の22の年においきがなくなった半年ほど前から寝たり起きたりして医者にもどこが悪いのか診断がつかなかった体は肥えている方だし血色はいいし 広く気分の悪いということもない。ただ、根気がなく疲れやすく、夜になるとせきが出るのに苦しめられた。そして、ようやくそれが老害であり、もう喉まで侵されていると分かったときには、寝床から起きることもできなくなっていた。寝ついてからいつずきばかりで亡くなったのであるが、その間、記録のものはみんな暗い顔をして。 いいと悲しみに沈んでいた六兵衛や牧は言うまでもない職人たちやごく新しく入った小僧まで日に何度も病床を見舞ったり心配そうにため息をついたりした植きは誰にも好かれていた格別に何をしたというわけではないもともとそういう人柄なのだろうみんなが母親のようにも姉のようにも 慕っていたのである今、お神さんに死なれちゃあ、たまらねえ。なんとか、ほわねえものかしら。なに、大丈夫だよ。きっと治るよ。どんなことをしたって、治ってもらわなくっちゃ。ほら、仕事も手につきゃしねえや。こんなやりとりが、仕事場でも絶えなかった。その中でも、政治の様子が、誰よりも目についた。彼はやっぱり無口で、口に出しては何も言わなかったが、 暇さえあれば、病人の枕元へ行って座った。飯倉の川松からは、毎日、いろいろな料理が届けられた。もちろん、聖治から行ってやったものだろう。川魚料理ばかりでなく、需要になるといわれるものは、山のもの、海のものに限らず、巧みに調理されてきた。聖治はそれが届くと、自分で給仕をし、このゾラマンは、精がつくといいますから。 一口でも食べてください。一口でようござんすから。そんなふうに勧め、何かほかに食べてみたいようなものはないか、明日は何を作らせようかなどと言葉少なに聞くのであった。飯蔵から来る料理をたとえ一箸ずつでも食べられたのはわずかの間で、喉を浮かした病感はぐんぐん増悪し、やがて緩いかゆのほかは、 何も通らなくなった。そして、そのカをこしらえる役が、直吉に回ってきた。おゆきは、その頃からひどく神経質になって、周りのもののすることが何もかも気に入らず、些細なことですぐ涙をこぼすほど起こった。ことに、それだけしか喉を通らなくなったからだろうが、カユの作り方がやかましく、 水っぽいとか硬すぎるとか、塩が効き,きすぎるとか足りないとか、子供がダダをこねるようなことを言ってみんなを困らせた。こうして直吉にその順が回ってき、それがともかくお生きの気に入ったのである。直吉はそれまでほとんど病床へ近づかなかった。見舞いたいと思っても他の者のが暇なく詰めているので、 彼の出る隙がなかったのである。みんなはあんなに言ってるんだ。自分などが言っては邪魔になる。泥まなことをして病人の機嫌に触ってもいけない。俺は混んでいよう。こう考えていたのである。だから、かゆごしらいの番が回ってきたとき、彼の喜びは非常なものだった。そして、お息きにも同じ気持ちがあったと見え、彼を見ると、おや というような一種の目つきをした。ちっとも顔を見せなかったじゃないのなお。どうしてたの直吉は赤くなってブツブツ口ごもった。えあれは何だもんですから。同じ家にいて見舞いも言いに来ないなんて情なしだよ。すいません。直吉は赤くなったまま神戸を垂れた。そのしおれた格好を見て、 おゆきは何か言おうとしたが、ふと目を背けて、粥の作り方を教え始めた。よく調げた米を研ぐだけ研いで、ぬかのくすみをすっかり取ってから、十倍の水で雪ひらに仕掛け、たどん一つでゆっくりと炊き上げる。途中でかき回してもいけないし、もちろん焦がしてはいけない。この分量で塩はこのくらい。これをその通りやると、 一食分を作るのにたっぷり半日はかかった。それで時間をずらせては二食ずつ仕掛けておくのであるが直吉がやり始めてからはおいきはあまり不足を言わなくなった。人間には使い道があるもんだ。職人たちは陰でこう笑っていた。六月の暑い季節になるとおいきはすっかり衰弱し。 ががひどくしゃがれてきた。無残に痩せた姿の痛ましさと、こらい性がなく不機嫌なのとで、その時分から六兵衛やマキのほかは、あまり顔出しをするものもなく、大抵は直吉一人で病床の世話をした。いつか悪いこと言ってごめんよ、直。ある夜、ふとおいきがそう言った。 しゃがれた低い声なのでよく聞こえない。直吉は枕の方へ耳をそっと近寄せた。お前のことを情なしだなんて言ったけれど、私は本当は知っていたんだよ。お前がどうして顔を見せないか、およそ察しがついていたんだよ。でもね、直、そんなに引っ込み思案じゃ、一生損をするばかりだよ。 処分だから、しようがないだろうけれど。少しは、自分の気持ちも、通すようにしなければね。直吉は、両手で膝をつかみ、うなだれて、目をつむった。そして、お息きがせきこむと、すり寄って背中をなでながら、片手で、素早く目を拭いた。お息きは、七月中旬の、 その年で一番暑い日の午後に亡くなった。それは同時に、直吉の役目が終わったことでもあった。彼女が息を引き取るとすぐ、聖治をはじめ、他の職人たちが病魔へ入ってき、彼はそこからごく自然に追いやられた。書なのか、蓋なのか、実なのかと立つ間、誰も直吉の存在に気づくものがなく、何をしているかと、 思い出しさえもしなかった。しかし、三十五日の法要をした夜、ぶつけという若い職人が、何のきっかけからか、直吉のことを持ち出した。今度は、直さんが一番しっかりしていたぜ。一度も泣いたことがなかったからな。みんなが、そうだという顔をし、ちょっと座がしらけた。それから突然、政治が立ち上がって、 仏壇のろうそくを変えながら言ったそんななしっかりせるとは言わねえ不人情というもんだ不人情よりひでえや一番年かその職人が酔った高声で言ったあいつはかみさんにゃ口で言えない恩になってるなおやなおやってどのくらい可愛がってもらったが俺は初めからちゃんと見て知ってるんだそのかみさんに亡くなられて涙一つこぼさねえ泣きもしねえってのは人間じゃねえや そういえば、お葬式や法事の時には何をしていたのかね。俺は姿を見たこともねえように思うが。彼らがそういうのも無理ではなかった。直吉は年季の順ですれば、うち弟子の中では上から三番目であって、そんな時には座敷うちの指図や客の接待をするのが当然である。しかし、彼はやっぱりそうはできなかった。始めから終わりまで、 人の影へ回って、履物の心配をしたり、台所の手順を見たり、僧小屋へ走ったり、寺の支度を確かめに行ったりした。そうして夜になって、みんなが寝てしまってから、彼は一人でそっと仏壇の前へ行き、灯明と甲をあげて座るのであった。彼はその時、お行きと差し向かいになるように思えた。片方が、 ちょっと斜視になったあの目がある時は優しく彼をにらみある時はいたわるように笑いかけるそれは生きている人のように鮮やかであり生きていた時よりも身近な感じであったおびさん彼はそっとこう呼びかける灯明の火の周りに丸い傘ができ仏壇全体が ぼーっとかすむ彼は目を押しぬぐって呼びかけるどうしておかみさん、ま、はどうして一本の線香が立ち終わるまで彼は包まれるような気持ちでお息きの面影と語り合い誰にあわかることもなく泣き浸るのであった記録で育った職人たちは256で 店を出る。だが独り立ちの差し戻しになるものはごくまれであった。直吉の知っている範囲では独立して順当に栄え、記録へも無事に出入りしていたのは、あたご下の島像と八丁堀の英語くらいのもので、あとは途中でぐれてしまうか、家を持っても通い職人を続ける者の,の方が多かった。その通い職人も、 大抵二三年のことで、他の土地へ行くとか、調和を変えるとか、または、補りをするなどということで、いつか店へも来なくなり、消息を絶ってしまうのである。そういう人たちを見送りながら、直吉も、いつか、二十六歳になった。親方の六兵衛は、前の年の秋に、軽い率中をわずらって、仕事には、ほとんど手を出さなくなった。 植林はうち弟子と通いとで1人ばかり、直吉が最も古参であったけれど、仕事の割り振りから感情の仕切りまで一切を政治が預かり、直吉はその下につくような具合で、しかし少しも不平らしい顔はせず、おとなしく黙って働いていた。正直のところ、直吉には不平はなかった。ともかく、 一番年かさになって表面だけでも兄と立てられるし仕事もどうやら人並みなことはやれる。店を出ても食うぐらいの自信は持っていた。けれども一方では心を塞がれて悲しく辛い思いをすることがだんだんと多くなった。それは巻きが目に見えて美しくなり同時に政治との仲が 親しくなってゆくのを見るためであった。牧はもう、十八になっていた。一の三。おゆきが亡くなった後、六兵衛はついに後沿いをもらわなかったので、十五六の頃から牧は、父の身の回りの世話をしてきた。小さい時は、それほどにも見えなかったが、 その自分からぐんぐん器量が目立ち始め、母親代わりに気を使うためだろうか、言葉付きや見ごなしたちがしゃっきりしているので、十八の娘の美しさに、きりりとした女の色気が加わって、一種のみずみずしい生めかしさが一目を引いた。もうずっと以前、つまり政治が来て以来、牧は直吉から遠い人になっていた。 それは、よくわかっているのである。もしそうでなく、昔のように好かれているとしても、それ以上に、どうするという気持ちなどは少しもなかった。にもかかわらず、美しく、生めかしくなっていく牧の姿を見、その牧と聖治の親しさが増すのを見ることは、直吉にとっては、耐え難いほどつらかったのである。みっともね。 こいつはやきもちだ彼はこう自分に舌打ちをしたせいじゃ腕もいいし頭もある親方に代わって記録の店の采配を振っているんだマキが頼りにするのは当たり前じゃねえかそしていつも次のようにつぶやくのだったおじさんの家にいた時のことを考えろどうやら人並みなものになれただけでもそれだけでも ありがたいと思わなくちゃならねえはずだぞ。その年の七月、鉄砲図稲荷の祭りの酔いのことだった。小引町はうじ子ではなかったが、下町では神田明神に次ぐ祭礼なので、中一日は店を休むのが例年の引きたりだった。その日、直吉は朝夕へ行って、みんなとは別に祭りを見に出かけたのであるが、気持ちが浮かないのと暑いのとで、 屋台を一つ二つ眺めたまま帰ってきた。閉めてある店のクーリドから入って、仕事場と奥とをつなぐ板前出たとき、突然殴られでもしたように、直吉はぎっくりとそこに立ち止まった。仕事場へ行く戸口のところで、牧と聖治が抱き合って立っていた。聖治はしっかりと牧の背を抱いていた。 まきは両腕をあらわにして、セ子の首に絡みつけ、ぴったりと身を寄せて、伸び上がるような姿勢で、セイと顔を重ねていた。直オはすぐにキビを返し、半ば夢中で店を飛び出したが、身も心もその一瞬にずたずたにされたような気持ちだった。牧の引き締まった背を抱いていたセ子の手。 聖じの首に抱きついていたきの白い腕、そして上と下から皮脂と重なっていた二人の顔、すべてを捨てたようなそのうがの姿勢がまるで焼きついたようにいつまでも目に残った。直吉はその夜にじ時近くになって帰った。珍しくすいしてきたまま寝床へ転げ込んだが、 苦しそうに寝返りを打ったり、埋めいたり、立って水を飲みに行ったりして、なかなか眠らなかった。ざまあみろ、ひょっとこめ口の中で、そんなことをつぶやいた。死んじまえ。いい気味だ。箸のたもとの小じきでさえもか。ざまあねえや。あくる日、彼は気持ちが悪いと言って、一日何も食わずに寝ていた。二日酔いというのだろう。 水ばかり飲んでは、寝床の中で、点々ともがいたり、うなったりしていた。すると、明かりがついて間もなく、水蔵来たことのない薪が寝部屋へ入ってきて、どうしたのと言いながら、直吉の枕元へ座った。どうしたの、直。あんたが寝るなんて珍しいじゃないの。直吉は、壁の方へ顔を向け、 かけやぐを顎まで引き寄せながら、ええ、にと口の中で不明瞭につぶやいたどうしたのよそんなにそっぽを向いちゃったりして私が来ちゃいけなかったのここは薄いだなくってくせやからねえねえなおさんまきはふと調子を変えてすり寄った暖かいそそるような娘の香りがむっと鼻へ来た なおきは胸に鋭い痛みを覚え、危うくうめきそうになった。ねえ、お願いがあるんだけれど。ねえ、聞いてくれないなおさん。お尻ですかなおさんの他に頼めないことなの。私、とても心配なことがあるのよ。なおきはご表紙ばかり黙っていてから、精一杯の棘を含めてこう言った。 政治がいるじゃありませんか。その、生さんのことなのよ。直吉の言葉つきなどを感じない様子で、牧は声を潜めながらこう続けた。こないだうちから、あの人、毎晩のように、どこかへ出かけるの。どこへ行くのかわからないけれど、時によると、夜中過ぎになって、帰ってくることもあるのよ。だって、あれは、いろいろ、店の用が多いから。 自分でも、寄り合いだとか、相談だとか言ってるわ。はじめのうちは、あたしもそうかと思ってたんだけれど。それにしては、たびたびすぎるし、ふに落ちないことが、ちょいちょいあるのよ。直吉は、黙っていた。牧は思い余ったというふうに、ため息をついた。あたし、そう思うのよ。邪水かもしれないけれど。きっと、邪水だろうと思うんだけれど。あの人、 遊びに行くんじゃないかって。っていうと、つまりナオさんだけに言うんだけれど、あの人、乗馬からお金を持って行くの。それも、かなりたくさんなのよ。後から返してはいるようだけれど、それはいいぐらい言ってもらってきて入れるらしいの。それから、この間は、芸儀の内裏の手拭いを持っていたわ。そこで、ぶつっと声が途切れた。 直吉は静かに向き直った。薪は手元で顔を覆い、肩を震わせてすすり泣いていた。直さんはいつか言ってくれたわね。濡れたような裏声で薪が言った。まーちゃんは一生幸せに暮らせるって。お父さんやおっ母さんがいるし、直がついているからって。あたし、よく覚えているわ。 マーちゃんには、悲しいことも、辛いこともない。病気もしないだろうって、よく覚えていてよ。ナオキチは、何か胸に詰まりでもしたように、眉をしかめながら唇を噛んだ。マキはたもとの中でむせび上げ、途切れ途切れに言った。でも、私、今幸せじゃないの。 毎日とても心配で眠れないくらいだわ。ナオさん、私、辛いのよ。ナオキチは寝床の上で起き上がった。青ざめたその顔からトゲトゲしさや嫉妬の影が薄れてゆき、いつもの愚直なくらい気まじめな表情になった。そいつはちっとも知らなかった。もし本当だとすると、ほっちゃおけねえが。あの人に言ってみて、ナオさん。 あんたのほかに、意見の言えるものはないわ。お父さんに知れないうちに、間違いのないうちに、やめてもらいたいの。ねえ、お願いだわ、ナオさん。けれども、あしはこれっきりのどんな人間だし、政治はあのとおり、目から鼻へ抜ける利口者だから、あしなどは意見したところで。い,いえ、い,いえ、ナオさんにだけは、あの人、聞かねをしているわ。 黙ってぼんやりしているように見えるけれど、あんただけは怖いって。せいじゃ、俺は怖いってへえ。そうじゃないの。あんたには、いつでも一目置いてるの。本当よ、それは、私だって。どうかすると、ナオさんは怖いわ。ナオキチの顔が、みるみる歪んだ。昨日の板まで見た姿が、ふっと、また目に浮かんだのである。 あのひたむきに抱き合った燃えるような坊ガの姿が一度消え去った嫉妬の思いがまた激しく返ってき息が詰まるようになって彼は愛いだ行ってみましょういつか降りがあったのね直吉は目を逸らしながら言ったできるだけ行っていますよ一生のお願いよそして私から頼まれたってことを内緒にしてね きっとよ。牧はじっとこちらを見つめ、悲しげに微笑して立っていた。直吉はまたヤグの中へ潜って、息を潜めたまま、いつまでもじっと動かなかった。あんなに許し合っている仲なのに、どうして自分で誠治に言えないのだろう。それがまずいぶかしかった。そして牧から頼まれたことを内緒にしてくれという。 なぜだろう。牧からでも聞かない限り、そんなことが自分にわかるわけがない。それでは話し出すきっかけさえないではないか。しかし、直吉には牧キの気持ちがやがてわかった。嫉妬なのである。職人が芸儀の内裏の手ぐいぐらい持っていたって不思議はない。けれども、牧にはそれが苦痛なのだ。そうだ。政治の遊ぶことが耐えられないんだ。 やめてもらいたいんだが、自分から言っては嫉妬になる。だから。彼はそう察した。それはその通りだった。そして、それが確かだとわかることは、彼自身にとって、あまりに残酷であった。二人が愛し合っていると考えるだけで、そんなに苦しい。刃物で切り裂かれるような思いなのに、マキが政治を嫉妬している。それほど深く政治を愛しているということは、 ほとんど二重の刑罰のように彼を打ちのめした俺はそれほど人よしなのか直吉は泣くこともできない気持ちでそんなことを頼みに来た牧を恨み牧に愛される政治を憎悪した勝手にしやがれどうなると俺の知ったこっちゃね2人のことは2人で殴るともひっかくとも好きなようにするがいいんだ 俺の出る幕じゃねえや一の子直吉は本当にそう思ったそして彼らと同じ家にいることがたまらなくなり記録の店を出ようとさえ考え始めたそうだ今はその潮時かもしれない。店を出ても自分一人ぐらいは食って行ける マキア聖事の目につかないところへ行って、自分なりのつつましい暮らしを始めよう。もっと早くそうする方がよかったんだ。こんな風に思い続けているうち、だんだんはっきりと決心がついた。あとはきっかけさえあればいい。そういうところまで来たとき、突然親方の六兵衛が吐血して倒れた。軽い率中をやってから医者に止められて六兵衛は、 しばらく酒を立っていたが、その春あたりには許されて少しずつ飲み出し、夏になってからはだいぶ量が増していた。もともと酒は欠かせない方で、おいの生きている自分は晩酌午号と決まっていた。酒が飲めないくらいなら死んだ方がいい。そういうのが口癖であったが、病気からこっち、まきが酒というとおろおろするので、 量が増したたた。とははいえ、家で飲むのの知れたものだったしかしそれだけでは次第に満足できなくなり外へ出て隠れ飲みを始めたのだが近頃では焼酎なども口にするようになっていたお息がなくなって以来時間をかけずに早く酔うのが習慣となり合わせてそういう強い酒を口にし始めたものらしい。 再発を恐れていた病気は出ず、思いもかけない胃をやられたのであった。初めに吐いた量は、おびたらしいものだった。それが三日の間、時を置いて吐き続け、三日目には昏睡状態になって、二人頼んだ医者が二人とも詐欺を投げた。すると、四日目の午後、病魔にずっと詰め切っていた聖児がやってきて、病人が呼んでいるから、 すぐ行くようにと言った。たれっきりで話があるそうだ。何の話か知らないが、病気に触るから、なるべく早く切り上げてきてくれ。聖事はこう、念を押して行った。直吉は黙って立ち上がり、台所へ行って手を洗ってから、帯を締め直して2階へ行った。階段の上の廊下で、病魔から出てきた牧と会ったが、彼女は充血した目でちらと見たきり、 避けるような見ごなしですれ違った。もっとずっと、こっちへ来てくれ。六兵衛はこう言って、すぐ枕元へ直口を座らせた。びっくりするほど、僧帽が変わっていた。頬の肉はえぐったように落ち、白く皮膚がたるんで、くぼんだ目ばかりが大きく、ぎろりとした気味の悪い光をたたえていた。どんどは、 俺もいけねえらしい。力のない細い声で、息を次々、六兵衛は口を切った。眠るとす、おゆきの夢を見る。新しいわらじだの、杖だの、杖笠だのを持ってくるんだ。つまり、迎えに来るんだろう。そんな馬鹿なこと言って、った。まあ、いいから聞け。俺は死ぬな。別に何でもね。 そんなことはいいんだ。死ぬのはいいが、それより辛いことがある。六兵衛はそこで言葉を切った。幹部が痛みでもするのだろうか、眉をしかめ、目をぎゅっとつぶって、ややしばらく口をつぐんでいた。言っちまうがな、なお。そりゃ、マキのことなんだ。アルニムクを取って、記録の跡を継がせ、それを見てから。 目をつぶりたいんだ。直吉は、ドキッとしたが、黙って次を待った。おめえは、古代からの人間で、性分もよくわかってるし、俺の後を任せても安心なんだ。俺はそうするつもりだった。本当に、そのつもりでいたんだが、それがそうできなくなった。こういえば、おめえにも、察しがつくだろう。直吉は、目を伏せたまま、うなずいた。 親は、バカなもんだ。と六名は、静かに息をついていった。おまけに、母親のね、一人娘。もし、行けなければと、脅し文句をかけられては、それでも、不承知だとは言い切れなかった。なお。すまねえが、生死に譲ってやってくれ。俺の頼みだ。我慢してくれ。とんでもねえ、親方。とんでもねえ。橋に何の不足があるもんか。 そんな、頼むなんてそんなことどうか、親方。不器用な口調で、どもりどもりそういうのを、六兵衛は落ちくぼんだ目でじっと見つめながら、うなずいた。口の下手な直吉には、それだけ言うのが精一杯である。しかし、言う言葉には嘘はなかった。六兵衛には、それがよくわかった。これを言うのがつらかった。なんともつらかった。 言わなきゃならねえわけが、もう一つあったんだ。政治を後に定めるとして、あいつは腕もいいし、頭も切れるが、たった一つ、いけねえことがある。おめえ、気がついちゃいなかったか遊ぶとはってことですかそうじゃねえ。マキの奴も、そんな風に思ってるが、遊ぶんじゃねえ、博打だ。それも、友達仲間の慰みくれえなら、まだしもだが。 あいつは、鉄火場で居をしている。女遊びや酒道楽には、きりがある。いつか飽きてやまるもんだが、博打だけはいけない。あれは、女房子供を裸にしても、やまなめえものだ。六名はいかにも剣を感じるように、枕の上で、ゆらゆらと頭を振った。もう一つの、バケというのはこれなんだ、あんなお。おめえ、聖事の貢献になってくれ。 目の前へ並べて俺が言うから、二度と博打をしねえように、博打に手を出したら、すぐに縁を切る約束で、すまねえが、政治の貢献をしてくれ。それは、けれども、あたごしとかなんかの役じゃねえでしょうかいや、おめえに限るんだ。薪の身を本気になって案じてくれるものでなくちゃいけねえ。なお、そりゃ、おめえたった一人だ。 直吉は、もう一度ドキッとした。六兵衛の言葉が、自分の心を見抜いたもののように思えたのである。肩を固くして、彼はうつむいた。どこか、近くへ家を持ってくれ。目を離さねえように、ちっとでも、おかしな様子が見えたら、びしびし言ってくれ。おめえのことは、後ごしたと、八丁堀に頼んでおく。立派に身の立つようにするから。 どうか、この役を引き受けてくれ直吉は迷ったあの利口な政治を抑えるだけの力が自分にあるかどうか親方の遺言,言でそう定めたとしてもいつまでその効力があるかは疑わしいし政治に居直られた場合を想像すると到底引き受ける気にはなれなかった断るのが本当だそう思った時である 彼の耳にふっと、マキの悲しげな声がよみがえって。あんた、言ってくれたわね。マーちゃんは、一生幸せに暮らせるって。悲しいことも、辛いこともない。お父さんや、お母さんがいるし、ナオがついているからって。あたし、よく覚えていてよ。ナオ吉は、目をつぶった。その幻の声を、もう一度、 頭の中で繰り返した。それから、両手を膝について、頭を下げながら答えた。おしは、こんなどんな人間です。お役に立つかどうかわかりません。けれども、親方がそうおっしゃるなら、おしにできる限りはやってみます。すまねえなお。俺はこれで、安心して、目をつぶることができる。すまねえ。 六兵衛の目尻から、涙は頬を滑って枕へ落ちた。もう直吉は物も言えず、格子で目を拭きながら、幾度も頭を下げるのであった。聖治と牧を呼び、直吉を枕元に座らせて、六兵衛は貢献のことをはっきり言い、聖治と牧からそれを認める現地を取った。それから、 あたご下の島蔵と八丁堀の兵庫が呼ばれ、相談した結果、病人の立っての望みで、そのあくる日の午後に修玄の式をあげた。家蔵では派手に従ったらしい。酒や料理を持ち込んだばかりでなく、着飾った若い女中を七人もよこした。しかし、既得の病人の枕元でやる修玄だし、客もほんの近しいもの五六人だったから、 女中たちは働きようもなく、酒も料理も余った。酒好きが済んで、客たちに酒が出ると間もなく、直吉は店を抜け出して、汐留堀へ行った。随分久しく来なかった、突き当たりである。ちょうど、日のとぼとぼ暮れで、街には人が、せわしく行き来していたけれども、菓子沿いの空き地はひっそりとして、 犬一匹見えなかった。そこには、もういじけたような、あの、干木の茂みはなかった。ずっと向こうの石垣によって、石材の積んであるのがほのじろく見え、乾いた砂と小石混じりの地面に、伸びきった夏草が、ところどころ草むらを作っていた。風がすっかり落ちて、満潮の堀には、さざ波も立たず、 黒ずんだボタン色の夕雲が描いたように水面に映っていた。直吉の胸には海藻の甘やかな感動が溢れてきた。彼は夏草の間を歩き回り、うとう立ち止まっては足元の地面に見入った。そうだ、ここだ。牧が初めて言いつけ草履入って、初めてよちよち歩いたのは。 骨のまだ柔らかい、くなくなした、危なっかしい、妙な歩きぶりだった。雨ごとの草を摘んだところにも、記憶があった。転んで昆布を出したところにも、そして、菓子に近い草の、一塊茂った場所へ歩み寄ったとき、彼は長いこと、そこに佇んでいた。それは、牧に初めて外で、用を足させたところである。 背中から下ろして両足を持って不器用にしゃがんだ自分の格好まで、彼には今ありありと見えるように思えた。まーちゃん。直吉はそっとこうつぶやいた。そして口の周りに微笑を浮かべたが、両方の目は涙でいっぱいになった。わかったよ、まー、あ、ちゃん。お前にやきもちを焼くなんて間違いだった。 俺はあの頃から、まーちゃんの一生を守ろうと思っていた。悲しみや苦しみを防いで、お前が一生幸せであるように守って行こうと思ってたんだ。それをつい忘れて、お前を恨んだりするなんて。勘弁してくれ。俺はやっぱり、とんまで、どんな奴だったよ。直吉はそこへしゃがんだ。それから、 幼い薪が濡らしたその草の茂みの中に、昔の薪を呼び返す思いで、こうつぶやいた。だが、もう大丈夫だ。もう心配することはないよ。俺はきっと、お前の幸せを守ってやる。決してお前を、こ幸にはしないからな。まあちゃん、聞いているかい黄昏の、色のいよいよ濃くなった水面を、こんなところには珍しく、一羽の具が、 ほとんど水とすれすれに海の方へと飛び去っていった 2> 2記録の店ではその日亡き六兵衛の三回忌のために仕事を休んだ去年の一周期にはまだ暑かったが今年はまるで暦が秋に入るのを待ってでもいたように四五日前から両風が立ち 空の澄み上がった爽やかな日が続いた。聖事と薪とは早くから寺へ出かけていった。芝の大乗寺というのが菩提寺である。そこで法要をした後、露月町の井村屋で客たちに食事を出すという手はずであった。直吉は店に残っていた。家の方へ証拠に来るものがあるので、 その応対をするためであったが、午前中、六七人客があったきり、昼過ぎになると訪れる人もなく、彼は一人、仏壇のある部屋の窓によって、日差しの傾いてゆく空を、とぼんと眺めていた。もう足掛け三年になるんだな。どんどん立って行ってしまう。早いもんだ。一昨年の今自分のことが、 つい昨日の出来事のように思い浮かんだ。誠治と牧が祝言をしてから、中一日置いて、六兵衛が死んだこと。一月ほどして、自分がすぐ裏にある長屋の一軒へ移ったこと。その時、あたご下の島像と八丁堀の兵庫が間に立って、彼への月々の給金と仕事の部合が定められたことなど。すべてが本当に、 昨日のことのように、生々としていた。去年の報酬は逃げ上がだった。あたごしたが、いい加減によって、加藤節かなんか歌ったし、聖治の歌に、おかみさんの三味線で、道場寺のマリウタが、やんやの喝采だった。みんな楽しそうで、何もかもうまくいった。一周期には、その通りであった。とりわけ、牧の美しい姿は忘れられない。 夫を持って一年、形よく引き締まった体に柔らかく肉が乗り、肌も血色がよくツヤツヤとして、何気ない身ごなしにも匂うような色気があふれて見えた。それは髪形や眉を落とし歯を染めた、若妻らしい姿のせいばかりではない。恋を得た喜びと満足の表れであろう。薪の身の周りには明るい笑い声と、 活気のある和やかな気分が一種の光のようにみなぎっていた。店の状態も悪くはなかった。世間は一般に不景気が深刻になってきたけれども、得意先にしっかりした大棚が多いので、それほどの影響も受けず、商売としてはまず順調と言ってよかった。今度は直吉が嫁をもらう番だな。それそれ。 今度は尚に嫁だ。その時、島蔵と兵庫とが酔った機嫌ばかりでもなく、そう言った。直吉は赤くなり、親方の三回忌まではもらいませんと答えた。しかし、あまりにひちがたいような気がしたので、慌てて次のように言い直した。はしなとえなんざ、黒嫁はありゃしません。何しろ、因果物にでも出る方が、柄に合うって人間ですからね。 島蔵はいつか自分がそう言ったことは忘れたらしい。懸念な顔でわからねえシャレを言うな、と笑っただけであり。今思い出しても楽しい賑やかな法事であった。だが、あれから一年。この一年の間に随分いろなことがあった。そして今年の法事はもう去年とはこんなにも違う。 直吉は、こうつぶやいて目をつぶった。この一年、というよりも、一周期を済ませてから間もなく、平穏で、無事なその生活が揺れ始めた。六年近くも住み込んでいた、又次郎という職人が、納めた品の代金を、得意先から巧みに引き出し、必要いくらというものを使い込んだのである。亡くなった親方の代からのものだし、腕もかなりいいし、 一度は勘弁するところだったが、聖事は少しも容赦せず、着たものだけくれて、暇を出した。小僧の竹僧が、帳場の銭をくすね、それを見つかって飛び出したのは、又次郎が暇を出されて、三十日と経っていなかった。そして、オカさんが寝ついちまった。牧は、流産をしたのである。医者の手当が悪かったのか、余剰が足りなかったのか、 あとから多量な出血をして、40日ばかり寝ついてしまった。続いて、マキがまだ寝ているうちに、飯倉の川松で不幸があった。聖事のジップが死んだのである。そしてその時以来、ぴたりと飯倉から人が来なくなった。もちろん、何か事情があるのだろう。聖事は何も言わなかったが、それから次第に外出をすることが多くなった。 注文の品を届けると、寸法が違うとか、約束の記事が使ってないとか、塗りが悪いとか苦情を言われ、時には突っ返されることなども珍しくなくなった。記録の仕事の良さがわからねえんだ。そんなギャグはこっちでまっぴらだ。政治はこうせせら笑ったが、だが、注文は少しずつ減り、履けない品が店に溜まった。仕事が減れば職人もそう必要はない。 腕のいいものから離れていって、今年の夏の係には、かよいとも、六輪になってしまった。明らかに落ち目である。そのためとも思えないが、後ご下も八丁堀も、とんと姿を見せなくなった。そうだ。恐ろしいほど変わった。直吉は、目をつぶったまま、こうため息をついた。去年の法事には、河松から料理人が来て趣向を作り、 店から仕事場から二階まで客がいっぱいになった。そして、あんなににいやかに騒いだのに。今年は客も少ないし、ロゲッあたりの茶屋で振る舞いをしなければならない。これが、わずか一年の間のことだろうか。何がもとで、こんなことになったのだろうか。直吉は、もう一度ため息をつきながら、目をすぼめて、窓の外を見合った。 ゆうづいたすみれ色の空に、美しく染まった棚雲が広がっている。その表を西へ向かって、恐ろしく高く何かの鳥の群れが渡っていた。カラスどこ行く薩摩の山へ、薩摩山から谷底を見れば、小さな子供がご石を拾って。長屋の路地の方で女の子たちの歌う声が聞こえた。 屋根と屋根の隙間もなく密集したそのあたりは、かしぎの煙がもやのように立ちこめて、それが灰色に見えるほど、たそがれが濃くなっていた。直吉は窓か町へひじをつき、我を忘れたように、猛然とその歌声に聞き入った。おさらい巻の相手で、お手玉をしながら、彼もまたその歌を歌ったことがある。 その時の二人の姿が思い出される。苦労や心配なことを知らない幸せな日々。それは取り返すこともできないし、再び自分たちの上に巡ってくることはないだろう。どんどん立っていってしまう。何一つまとまってはいない。みんな過ぎ去っていってしまう。早いもんだ。直吉はぼんやりとこう呟いた。 寺へ友をしに行った下女のお花と、十七になる小といううち弟子が先に戻り、それから間もなく、牧が一人で帰ってきた。病んで寝た後はひどく痩せ、髪なども薄くなったように見えたけれど、夏の初め頃からすっかり回復して、腰回りや太ももは元のように肉づいてきたし、肌の血色も良くなっていた。だが、 その時帰ってきた姿は妙にやつれて見えた。顔色も良くないし、目もくぼんでいた。そして、二階へ上がるとすぐに、欲も得もないという風に、ぺたりと座った。どう害したんですか具合でも悪いなら、すぐ寝た方がいいでしょう。疲れちゃったのよ。胃むらいで長くかかっちゃったから、こっちはどんなだったあたごしたが、気やしなかったえ、見えませんよ。 おとろじゃなかったんですか牧はふと眉をひそめ、どぎまぎしたように話をそらした。その様子だと、後ご下も八丁堀も法事に来なかったらしい。客は牧の知らない顔が多く、席は酒がだらだらと長くて想像しい上に、その後、どこかへ回ったような話だった。明日から五日止まりで、大田のドンリュウ様へお参りに行くんですって。 同職の世話役だけ十人で、年会の相談方々お参りするんですって。なおさんに話がなかったそうですね。私しは今初めて聞くようですが、明日っからですかじゃあ、急に決まったことなのね。薪はさりげなく言いながら、力のない手つきで帯留めをまさぐった。私少し横になるから、夕食を食べて帰ってちょうだい。 こう言われて直吉は2階から降りた。牧の様子が疲れきっているらしいし、そこにいれば自分が何か余計なことを言いそうなので、思い切って立ってしまったのである。法事の休みで遊びに出た職人たちも帰っていて、一緒に夕げを食べた後、直吉は台所へ行って、米を五合ばかりお花に包ませ、それを持って長屋へ帰った。 直吉の家の左は、左官の梅吉という、まだ若い夫婦者で、右側に、倉蔵という、小金貝の家族が住んでいる。倉蔵は、三十六七になる、痩せた小さな男で、元五福屋のデッチ小僧から中盤棟まで勤め上げたことがあるという、武家の渡り中元などもしたようで、随分いろと苦労をしてきたらしい。夫婦の間に、 八つを頭に四人の子があり、倉蔵はもう一年も前から寝ていた。右足のすねをくじいたのが元で、そこから悪いものでも入ったのか、だんだんに骨が腐るというのである。女房のお糸がない職をして、どうやら家計を立てているが、そんな病人を抱えてやってゆけるものではない。近所も大抵にたりよったりの生活で、 人の面倒を見るどころか自分の方が精一杯である。直吉も三日に一度ずつ少しばかりの米を届けてはいるけれど、一人暮らしの彼でさえそれ以上のことはできなかった。まあ、いつもすみません。まだおとついただいたのがあるんですよ。台所で何かしていたいとは、米の包みを受け取りながら申し訳でもするようにこう言った。 いただくからいいわで食べてちゃ、今日さまの罰が当たりますからね。ようやくお芋が出始めてくれたんで、これからまた少しは楽になると思いますけど。またね、お芋と言っても、なかなか高くって。二の二。なたび、そんなに言うことはねえよ。できればもっとしてんだが、この頃は店の仕事も、はかばかしくねえもんだから。ま、いつかまた、 いいことがあるさ。直吉は風呂敷をたたみながら言った。悪い運がどん詰まりへ行きゃ、今度はいい運が回ってくるんだ。天気だって晴れた日ばかりはねえし、雨風ばかりということもねえものさ。まあ気の張りをなくさねえで、先を楽しみに辛抱するんだよね。それにしてもうちじゃ雨風が続きすぎますよ。おいとはこう笑ったが。 ふとびっくりしたような調子になっていった。まあ、すっかり忘れてましたよ。さっきお客さんが見えましてね。確かまだ待っておいでですよ。そいつは珍しい。誰だろう訪ねてくるものなどあった試しがないので、首をひねりながら家へ入ってみると、あんどんに火を入れて、また次郎が待っていた。断りなしに留守に上がってました。すいません。 そんなことは構わねえが、どうしたへえ、お先をあげてと思って、来たことは来たんですが。おあそうか。で部屋の隅に、直吉の手作りの仏壇がある。顔も知らない両親の、左兵、小村という俗名だけ書いたのと、親方六兵夫妻の遺灰を収めてあるが、そこに、又次郎があげたものだろう。闘名と、短くなった線香が、 煙を立てていた。ああ、もうあげてくれたか。親方がさぞ喜んでおいでだろう。忘れねえでよく来てくれた。ところで、どん飯がまだだろういえ、今ち方、四丁目の長寿庵で片付けてきましたから。遠慮するんじゃねえだろうな。いえ、本当に済ましてきたんで。なわ兄の顔を見たら、すぐ帰るつもりで待ってたんですから。言い遅れたけれど、その説はどうもいろいろ。 ご心配をかけてすいません。今どうしてるうまくいってるかこう言って直吉は初めて相手の様子を見た。洗いざらした一重に三さかやきも伸びているし顔色も悪い。第一その手がすっかり変わっていた。青白くスベスベしてきれいに爪が切ってある。もうどう見ても職人の手ではなかった。うまくも何も。足なんざんもうダメです。 足のことなんざいいけれども、一つだけ名ワに聞いておいてもらいていことがあるんです。マタジロはこう言って、じっとこっちを見た。断っときますが、あっは暇を出されたのを根に持って、こんなことを言うんじゃありません。そんなら、とっくに来て言ってます。そんなしみったれた気持ちやね。亡くなった親方のは世話になってるし、自分は落ちぶれても、育った店はあしにも大事だ。それで、 思い切って言うんだが。なわに政治の奴が爆事場出入りをしているの知っていますかあいつはもうずっとねえから。ちょっと待て。いいからまあ待て。そいつはな、また、そいつは。もし本当にしろ、嘘にしろ、俺に聞かしてくれちゃ困るんだ。直吉は驚きと当惑とでドギマギし、座り直した膝へ両手を突っ張りながら。 まるで許してもこうように頭を打たれた。そいつだけはどうか。俺の耳に入れねえでくれ。おめは何も知るめえが、これには訳があって。じゃあ、店はどうなってもいいんですか親方が亡くなって丸三年も経たねえうちに、記録の店を潰しちまってもいいんですかこんなことを言うと、大げさだと思うかもしれねえが、もうその兆しは見えてますぜ。そんなはずはね、 どうしたって、そんな。そればかりはできねえ義理があるんだ。信用できなきゃ、現場を見せますぜ。いつでもようござんす。来てみますか自分のことから白状するが、又次郎はこう言って話し出した。店を出されてからやけになって、今ではある鳥麦の飯を食っている。そこへ政治が来るというのだ。集まる仲間とも古い馴染みらしく、 蕎麦のものにも大事にされている。それから、いろいろ聞いてみると、十四五の時から蕎麦が通いをはじめ、使いぶりがきれいなので、どこでもいい客の扱いだった。記録の店を継いでから、半年ばかりは足を抜いたろう。しかし、それから後は相変わらず出入りをしている。勝てば勝っただけ巻いていくし、負けっぷりがまた鮮やかで、 どこの蕎場でも、旦那で通る顔だという。その金が、どこから出ると思います井浦のおえいさんがいた頃には、背びりに行ったらしい。けれども、おえいさんが亡くなってから、水の手は切れた。どうするもんか。注文の生地をごまかす、塗りを甘くしてピンをはねる。手を抜いた雑なもので追っつける。な、ワニは知らねえ。兄は仏様だ。 けれども、俺は知ってるんだ。政治から言いつって、俺はそういう仕事をしたんだから。直吉は血が冷たくなるように思った。この頃になって納める品が時々突っ返される。注文と違うとか寸法が狂ってるとか、追蔵言われたことのない文句を言われて、古い顧客からもしばしば納めたものを返される。店にも、 けない品がたまるばかりだ。世間の不景気が深刻になったことは確かであるがそう聞いてみれば思い当たることがなくはなかったおめえそんなそんな仕事をしてくれたのがそんな恥ずかしい仕事をいくらなんでも記録の職人がそんなおめえわにや,いや亡くなった親方には何とも申し訳がねえあしがバカだった 政治の奴に吹っ込まれて、それが世間だと舐めた気持ちになってた。こんな姿に落ちぶれたのは、その罰だと思ってますが。なわにどうか、店を潰さねえでおくんなさい。政治の野郎、なんとかして、記録の店だけは潰さねえように。お願いだ、なわにお前さんだけが、頼みですぜ。なおきちは、その夜ずっと眠れなかった。 生児の外出が多くなってから、時にはそういう疑いを持ったこともあった。しかし、牧の40日に余る描画や、い倉くらの親の死や、商売が思わしくなくなったことや、その他嫌なことが重なったし、店の主人となればそれだけのようもあり、外出がちになるのも無理はないと思っていた。どうしよう。本当だとすれば。 親方の遺言が。しかし、いや、そんなことはない。またの奴の抽象かもしれない。こいつは、政治を恨んでる。何を言うか、わかるもんじゃない。だが、いつでも現場を見せると言った。明け方になって、彼は決心した。とにかく、自分は貢献である。疑わしかったら当人に会って、直に確かめるくらいのことは許されるはずだ。 正直にぶっつかってみよう。こう思ったのである。政治が大田のどんりゅうへ行くとすれば、早く立つに違いない。その前に一言聞いておきたいと思って、直吉はまだほのぐらい自分に置き、店の脇を入って井戸端へ行ってみた。すると、ふを合わせたように、政治が寝巻きのままで歯磨きを使っていた。バカに早えな。どうしたんだ 何ちょっとねえ。いきなり顔を合わせたので、直吉は、ちょっと出花をくじかれた。今朝、早出しだと思ったもんだから、ルズのことも聞いておきたかったし。そいはご苦労だった。ルズのことは巻きに言ってあるが、別にこれと言って難しいことはねえ。ま、ぼちぼちやっていてくんね。そうか、そんならいいんだが。直吉は、赤くなった。まるで押されているのである。 十七の年の冬、十五の生児に蕎麦屋へ使いを頼まれ、釣りはおめえにやるよと言われた。あの時のけじめが今でも二人の間に残っている。彼の前に立つとどうしても、直吉は自由に口が聞けなくなるのだった。しかし、今朝はそれではすまなかった。亡くなった親方への義理にも、そこで引き下がるわけにはいかないのである。 直吉は思い切って相手の顔を見、低い声でこう言い出した。妙なことを聞いたんだ。本当じゃねえと思うんだが。そんなことは決してねえと思うんだが。見たものがあるって言うんで。行くはずのねえ場所へおめえが行くという。はっきり言えねえな。誰が何を言ったんだ。俺がどうしたって言うんだ。おめえが、爆地場出入りをすると言うなよ。思い切ってズバリと言った。 聖事は口から用事を出し、べっと荒々しく唾を吐いた。そうはっきり言われようとは思わなかったらしい。二度も三度も唾を吐いて、それからこっちへ向いて笑った。あったよ。誰がそんなご中心をしやがったか見当はつくよ。だが、まさかそんな嘘っぱちを信じやしめえな、縄に。それともおめえ、本当だと思うのかあら、本当とも嘘とも思えやしね。 そんな噂を聞いたから、確かめておきてえと思っただけだ。こんなグズな人間なが、親方の口から貢献をしろと言われている。お前にもしそんなことでもあれば、親方の遺骸に申し訳のしようがねえ。これまでだってそんなことはなかったろう。だが、これからも親方の遺言,言を忘れねえで、間違えのねえように頼みてえんだ。それだけは、もう一度、頼んでおきてえんだ。わかってらんない。 死んでゆく人の命でした約束だ。念を押すには及ばねえよ。あんまりやっさり受け合われたので、それ以上くどく言うこともできず、それじゃあ後でまた送りに行くからと、帰ろうとすると、聖事が呼び止めた。ケチなことを言うようだが、お前はどこかへ米を運んだらそうだな、兄。米を運って、ああ、俺か。お前の好きですることは勝手だが、 うちの米ミから持ち出すなよしてくれわずかなこってもだらしが殴ってはいけないから2の3直吉はカッと頭が熱くなった誠治がそれを言うならこっちにはもっと言う筋があるしかしそれよりも今意見めいたことを言われた腹いせのように うって返しにそんなみみっちいことを言う気持ちが尺だった。さすがの直吉も我慢ができなくなり、そっちへ戻ろうとすると、台所からマキが顔を出して、ごはんの支度ができたから、と呼んだ。そして、直吉のいるのを見て驚いたように、およ、おはよう。直さん、もう来ていたのじゃあ、うちの旅立ち祝いに、こっちで一緒におわがんなさいな。ええ。 まあありがてえが、直吉は脇へ向いていった。まだ寝床も片付けてねえから、ちょっとまあ帰ってきますよ。直吉は政治を送りには行かなかった。明る日の昼飯の時である。食事を終わって一休みしていると、薪にちょっと来てくれと呼ばれた。立って行くと、薪はそのまま二階へ上がり、窓の障子を開けて座った。 昨日の朝はごめんなさい。何です私、聞いてたの。さぞ腹が立ったでしょなおさんにはもう半年も給金らしいものをあげてないんだし。い,いえ、そんなこっちゃねえんです。直ウ吉は手を振った。給金が何だからって、だから米を持ち出すなんて、そんなこといくら足がバカだからってできやしません。足は米の台場を台所へ払ってます。 お花に聞いておくんなさい。三日に一度五合ずつ。かわいそうで、見ていられねえものがあるから持ってってやる。いっぺんに買ってやるほどの銭はねえ。と言って、そのたんびに、あしがはかりまいを買うのも、この店の自慢にはならねえ。それで、ちゃんとそれだけずつ台所へ払って持って行ってたんです。お花に聞いてみておくんなさい。あしは、嘘は言いませんから。ごめんなさい。 私、そんなつもりで言ったんじゃないの。いつもナオんに悪いと思ってるもんだから。マキはうつむいて、そっと膝をなでた。そのしょんぼりとした肩を見たとき、ナオキチは衝動のように座り直していった。ええ折りだから聞きますが、親方はまた悪いところへ出入りをしちゃいませんか。本当のことを聞かせておくんなさい。 何かそれと感づいたことはありませんかマキは明らかにぎょっとした。慌てて打ち消そうとする風だったが、舌がこわばって口を聞くことができず、そのまま深くうなだれてしまった。そうか。やっぱりそうだったのか。そんな風に言わないで、なおさん。マキはおろおろと声を震わせた。いろいろ訳があるの。 あの人もかわいそうなのよ。どうかそのことだけで、あんまり怒らないでちょうだい。わけとは、一体どんなわけです亡くなった親方とあれだけ約束して、それを保護にしていいわけがあるなら聞きましょう。そう言われては困るけれど、あの人が、あんな道楽を覚えたのは、あの人の生い立ちにも罪があるの。いいぐらのお父さんが亡くなってから、ばったり、川松の人が来なくなったでしょう。 来ないはずなの。あの人は四人兄弟の三なんだけれど、一人だけおっ母さんが違うんですって。お父さんという人が、神明かどこかの芸妓に生ませた子なんですって。それで、小さい時からあの人、随分辛い思いをしたっていうことだわ。そういう境遇から、つい博打などに手を出した。六兵衛との約束でぴったりとやめていたが、 牧キの病中の寂しさ、またジロや竹ケの不始末、商売の思わしくないことなど、嫌なことが続いて腐っていたとき、ふと悪い仲間に会って誘われたのがきっかけで、ほんの慰みに時折出かけたのだという。でも、もうそれもやめたわ。あたしが泣いて頼んだの。ナオさんに知れたらどうなるかと言って、あの人もわかってくれたわ。そして、 それっきり足踏みをしないことも確かよ。私にはちゃんとわかるんだから。どうか今度だけは聞かないつもりで言ってちょうだい。お願いだわ、ナさん。直吉はややしばらくしてこう言った。やっぱりこの役は足の柄じゃなかった。オカさんがそんなに苦労しているとも知らねえで。なんというゴズでとんまなこったろう。いいえ。 私が悪かったの。私が隠していたんだもの。でも、今度は大丈夫よ。もし、この次に何かあったら、きっとナオさんに言うわ。だから、今度だけは忘れてちょうだい。お願いよ。マキは、愛願と謝罪を込めて、じっと見つめた。ナオキチは目を伏せながら、ええとうなずいた。そしてため息をつき、片手で首をなで、 一人ごとのようにもう一度こう言った。ああ、やっぱり荷が勝ちすぎる。足なんぞの引き受ける役じゃなかった。決して、当てつけでも嫌味でもなかった。彼はそんなことの言える人間ではない。本心からそう思ったのである。又次郎から話を聞くまでは何も知らなかった。博打のことは元より、政治が職人たちに命じて、 注文の仕事をごまかしたり、手を抜いたりしていたという、現に仕事場で行われていたことさえも気づかずにいた。もともと直吉は、はじめから雑な家具や台所道具などを受け持っていたので、彼らの仕事に口出しをすることはできなかったのであるが、それにしても、記録の保険に関わると同時に、職人として最も恥ずべきことを、まるで気づかないでいたというのは、 単に、子さんの責任に限っても、相すまない。これは、彼が不注意だったからではなく、頭がよくて、勾配の早い政治と、愚直だけが取り柄の直吉との根本的な差であって、初めから勝負にならない相手だったのである。その夜、彼は家へ帰ると、仏壇に灯明をあげて、六兵衛の位牌に、長いことを詫びを言った。 詫びを言ううちに恨めしくなり、六兵衛が生きてそこにいるような口ぶりで、自分には到底務まらない役だからと訴えた。そして、すっかり不平を打ち負けてしまうと、少し気持ちも静まり、胸も軽くなったこの役だけは、お前でなければならない、本当に心から、牧野実を案じてくれるものでなければ。 この役は頼めない。それはお前だけだ。興奮の収まった頭に、六兵衛の言った言葉が思い出された。彼は腕組みをして、長いこと考え込んだ。いろいろな思考の断片が、現れたり消えたり、もつれたりほどけたり、終点のない歯車のように、堂々巡りをしたりした。そのうちにふと、政治の少年の頃の姿が目に浮かんだ。 美貌で素晴しっこくて、人の気持ちの先へ先へと回る神経。自分が常に先手を取ろうとする意地の強さなど、それは全て勝負師の気構えと言って良いだろう。いつも勝っていたい。負けてはならないという姿勢。そうだ。と、直吉は今思い当たるのであった。そういう気質は、政治の老いたちに原因があるのかもしれない。 兄弟の中で自分だけ母親が違うということ。自分がその家族の中で余計者だという感情。おとなしくしていては警部されるし、欲しいものも取ることができない。勝っていかなくてはダメだ。負けてはダメだ。こういう意識が政治の生き方を支配したのではないか。生まれつきの性分もあろうが、 それをあのように増長させたのは、境遇のためかもしれない。あの人も、かわいそうなのよ。マキの言葉の、しみじみとした調子が、いかにもそっくり政治の正体を示しているようだ。直吉はまた、深いため息をついた。そうだ。本当はあいつも、かわいそうな人間なんだ。怒るよりも。 いたわってやらなきゃならないのかもしれない。神戸を垂れながら彼はこうつぶやいた。人間はそれぞれ弱いところや痛いところを持っている。お互いにかわい合い助け合っていくのが本当だ。そうだ。あいつも悲しい男なんだ。こっちの気の持ち方が違ったためか、それとも他に理由があるのか。五日止まりの旅から帰って以来、 直吉に対する政治の様子が少しずつ変わっていった物を言う態度も穏やかになりこれまでになくたびたび話しかける冗談を言って笑うようなこともあるし時々夕食などに奥へ呼んで一緒に酒を飲んだりした今度町内で江ノ島鎌倉へ行くそうだが縄にも一緒に行ってきちゃどうだたまには息を抜かねえと体が続がねえ 兄と来たら、きっとも出ねえんだから。そんな風に言うこともあった。直吉はその変化を素直に受け取ったが、そのまま全部は信じなかった。今までのことを悔いてそうなったのかもしれないし、何か含むことがあって、そんな態度をとっているのかもしれない。愚鈍な自分を騙すくらい、造作もないと思っている相手だ。まだまだ、気を許してはいけないと思って、 ひそかに注意を怠らなかった。九月に入って間もなく、隣の倉蔵が死んだ。足の骨を腐らせていた病気が、血に混じって、体中に回ったのだという。四五日前から頭もおかしくなり、妙なことを口走ったり、突然寝床から這い出したり、子供のように泣きわめいたりしたが、前の晩から動けなくなり、うなり同士にうなって、 その日の昼過ぎに息を引き取った。孝一という上の子が知らせに来たので、直吉はすぐに駆けつけていった。意外はもう、後ろの上に移してあり、呆然と座っているお糸の周りで、子供たちがバタバタ暴れ回っていた。この方がよかったんです。いっそ、この方がよかったんですよ。お糸は、 直吉に笑って見せながら言った。病人も楽になれたし、私もこれで息がつけます。白状なことを言うようだけれど、もう私は生も根も突き果てましたからね。本当にこの方がよかったんですよ。2-4直吉には何も言えなかった。おとの言葉に嘘はないだろう。 この家族にとっては病人の死は確かに救いである。しかし、連れ添う夫に死なれて、それを悲しむより先に、まず喜ばなければならないとは、なんという生活であろう。その日その日を食っていくこと、家族が飢えずに生きるということ、それだけがギリギリ一杯の生活。直吉は目をつむって、意外の前に頭を下げた。 ご苦労様だった、倉さん。お互いに運の悪いものはしようがねえ。まあ、ゆっくり休んでくんな。あとのことはどうにかなるからな。本当に、ご苦労様だった。近所の者が来始めたので、直吉はお糸を呼んで立ち、葬式のことは何とかするから、と言ってそこを出た。せめて、二分くらいは都合したいと思って、 店へ帰ってすぐ聖治に頼んでみた。聖治は笑って首を振った。今日は北きた勘定を払ったんですっからかんだ。そうでなくっても知っての通り、こっちの懐が苦しいんだから。縄にもこれまで面倒を見るだけ見てやったんだし、死んだ後のことまで心配することはねえやな。うっちゃっときゃ、跳躍がなんとかするよ。直吉は一言もなく引き下がった。 それから家へ帰ってちょっと考えた後、着替えをして外へ出た。あたご下か八丁堀かと迷ったが、近いのであたご下へ行くことにして、潮止め橋を渡り、芝口を虎の門の方へと急いで行った。すると、土橋の広小路のところで、縄に、縄に、と、後ろから呼び止められた。 振り返ると、また次郎が追いついてきた。東山島の合わせに、平ぐけを締め、新しいセッタを履いて、今、神ど独から出てきたような頭をしていた。この前とは、人が違うように、龍とした格好である。すっかり、交差だをしまって、これからはどっちへあたごして、ヨガって行くんだが。いつかの話ですがね。 また次郎は並んで歩きながら、ちょっと声を潜めていった。サイジの野郎、本当になんとかしなくちゃいけませんぜ。あしは、シャレや冗談で言ったんじゃねえんですから。わかってるよ。おめえの言ってくれた通りだった。けれども、今はもういいんだ。今は言って、どういいんですあは知らなかったが、おかみさんが考えたんだ。そして、泣いて意見をしたらしい。もう、これっきり。 今度こそ辞めると約束した。それからこっち、足踏みもしないと。チェンそれこそお笑い草だ。また次郎は、無遠慮に遮った。この目で見ねえことは言わねえ。板数だけ行っても、五日に一度はとか行きますぜ。おとついなんざ、中門前の鉄火場で、二十何両てえものを叩いてましたよ。狼さんや縄兄がそれじゃもう行けねえ。記録の店も、長えことはありませんね。 又次郎はこう言うと、もう何も話す興味もなさそうに、さっさと横丁へ分かれていった。ナ吉はその後ろ姿を見送りながら、頭のクラクラするような気持ちで、しばらくそこに立ち止まっていた。またの言うのがジュースだ。今度は少しの疑いもなくそう直覚した。この頃の政治の愛想の良さ。 こっちの機嫌を取るような態度。時々口にするおためごかし。夕気に奥へ呼んで、一緒に酒を飲んだことなど、い々しいほどはっきり思い出された。そんなに、俺は名人間か。直吉は体が震えてきた。そうだ。あいつはそこのけに甘いやつだ。あいつを騙すのは、赤子を騙すよりたやすい。あんなにまた、 のででんななももいだ。こう言ってせせら笑う声が耳いっぱいに聞こえたもう記録の店も長いことはないねだが彼はギクッとして立ち止まったいつの間にか後戻りに歩き出していたし頭の中で飲みを逆手につかんでいるのに気づいたああいけねえそんなことで済む話じゃあねえ落ち着くんだ 落ち着くんだ。脇の下に汗が出ていた。彼は強いて苦笑しながら、道を後,後下の方へ曲がっていった。幸い、島蔵は店にいて、頼みがあるというと、気軽に立って奥へ案内した。その時、仕事場に、伝ンという職人がいるのをちらと見た。その正月に記録から暇を取って出た若者である。向こうもこっちに気がついて、 ニコッと笑いながら頭を下げたが、直吉は逆にへど戻して、逃げるようにそこを通り過ぎた。実は、おめえを一度呼ぼうと思っていたんだ。よく来てくれた。今日は一つゆっくりしてってくれ。久しぶりで一杯やりたいし、話もあるんだ。ありがとうござんすが。少し急ぎのお願いなんで、それもごく言いにくいことなんで。 聞いてもらえるかどうかわからないが。直吉は膝を固くして、片手で首をなでなで、隣の服を語った。島蔵は、らまし聞くとすぐに立って行き、戻ってくると、紙の上小粒で二両並べて差し出した。ええ、こんなに冗談じゃねえ。とんでもねえ。二分ありゃもう十分なんだから。ええから、それだけ持ってってやんねえ。島蔵は、 こう言ってじっと、直吉を見た。おめえが、その家族にしてやっていたことは、デンジから聞いて知ってた。人間には気の毒だと思う気持ちはあっても、実際になると、一号の米を恵むということも、なかなかできるものじゃね。まして、ながやというだけの、縁もゆかりもないものに、半年以上も欠かさず、米を見継ぐなんて。正直な話、うちの奴は、涙こぼしてたぜ。 冗談じゃねえ。とんでもねえ。そんなことを言われちゃ冷や汗だ。冷や汗を書くのはこっちだ。俺がここでたとえ重量を出したって、そりゃあただあるものを出しただけのこった。おめえの貢いだ米の一粒にも当たりやしねえ。これっばかりで、恥ずかしいが、俺の気持ちだけだから持ってってくれ。そうですか。直吉は、幾度も、コクンコクンと頭を下げた。じゃあ、すいませんが。 厚かましいようだが、お借り申して行きます。数にはね、五点だ。島蔵はこう言ってから、ちょっと座り直す形で直吉を見た。そんなわけじゃ、ゆっくり話もできねえ。また改めて来てもらうんだが、おめえ、記録を出て、独り立ちになるつもりはねえかおっしですか店を出るってと、あの店はもう行けねえ。 自分の育てられた店をこんな風に言っちゃあ、亡くなった親方に申し訳がねえが、政治の奴がすっかりかき回ししまって、もう根だからガタガタになってるんだ。おめえは知らねえだろうがと、島蔵の話すのを聞いて、直吉は呆然となった。去年の一周期の前あたりから、政治がしきりに商売の不信を訴え、すぐに返すからと言っては、よく金を借りに来た。 亡くなった親方への義理もあり、また頼まれてもいるので、島蔵は気持ちよく貸してやったのであるが、そのうちに八丁堀へも無心に行くこと、また金は商売のためではなく、博打に使うということが分かった。そこで二人は聖事を呼んで、膝詰めの意見をした。聖事は神妙に謝って、これから真面目に稼ぐからと誓ったが、二人はさらに、 念をしてこう言った。お前さんが本当にその証拠を見せてくれるまで待とう。それまではこっちも店へは行かない。お前さんの方からも来てくれるな。親方の法事なんぞも勝手だが、こっちはこっちでするから。それだけ言えば、答えるだろうと思った。しかし、政治は依然として、賭場出入りをしていたらしい。言いぐらと往来が絶え、後ごしも八丁堀もそうなってからは。 得意先と言わず、記事屋と言わず、古くから記録に引っかかりのあるところを、片っ端から刈り回って、今では、日っちもさっちも動けない状態だという。俺も、そこまでとは思わなかった。現に一日中そばにいるおめが、何にも気づかねえ。あいつはそういう人間なんだ。俺たちにはとても歯が立たねえ。おまきさんや記録の名跡のことは後の相談として、とにかく、 店をだるかった。おめえのことは、八丁堀と俺とで引き受けるから。直吉は、全身が苗えたような気持ちで、日の傾いてきた町をふらふらと歩いていった。いろいろなことが分かった。八丁堀やあたご下がずっと店へ来なかったこと、注文の生地をごまかし、塗りをごまかし、仕事の手を抜き、寸法違いのものを押し付け、そうして、 収める品がしばしば突っ返されたのも、そんな借金がかさんで、良い材料が入らなくなったためだということなど、直吉はまた頭がクラクラした。幾度もつまずいたり、よろめいたりした。突然喚めき出したいような、また、げらげら笑いたいような衝動がこみ上げ、喉のあたりがかきむしりたいほどむずむずした。そんのの お猿さんは、彼は口の中で歌った。赤いおべが大王好き。あれれん、これれん。潮止め橋まで来て、彼は立ち止まった。引き潮でびっくりするほど高くなった石垣や、すでに秋の色をたたえた水の上に、人もなく燃やってある至り船などを放心したように眺め回しながら、 小さい声で歌ったり、口の中でブツブツつぶやいたり、かなりしばらくそこに佇たずんでいた。何をおかげえてるんだね、直さん。後ろでこう呼ぶものがあった。まさか、見投げをしようってんじゃあるないな。直吉は飛び上がるほど驚いた。ああと声を上げて振り返ると、左隣に住んでいる左官の梅吉だった。こっちが、 あんまり驚いたので梅吉もぎょっとしたらしい今度は真面目な顔になってどうかしたのかと聞いた直吉は怒りでも落ちたような表情で静かに頭を振りながら言ったかえそうなことをした隣の倉さんが亡くなったよ2の子その時 もし、倉造の死という出来事がなかったら、直吉はどんな思い切ったことをやっていたかわからない。何もかも、あまりに一時であり、あまりに行き詰まっている、絶対ののっぴきならぬ絶望感は、到底単純な彼の頭では処理のつかないものであった。彼は、夜もおちおち眠れず、ともすると、飲みを逆手に持つ空想に悩まされた。 そのまま逃げ出したくなったり、すべてをぶち壊したい衝動にかられたりした。なお口は、政治の顔を見るのが不安だった。それで、蔵造の書なのかが済むまでは仕事を休み、ついていて後始末の面倒を見た。倉蔵造の身内はどこにいるかわからず、玉川の財で貧しい百姓をしているという老いとの弟が来た。しかし、その弟は病気持ちらしく、 性のない様子でぼんやり座っているか、子供を遊びに連れ出すほかは何もしなかった。自然直吉が長屋の人たちの先に立って自分のことのように世話を焼き、駆け回ったのであるが、その煩雑な忙しい時間が彼の突き詰めた感情を沈めてくれたのは確かである。書なのか盗んだあくる日から仕事に出始めた。 気持ちは暗く塞がれて、カンナやノコギリが手に重たかった。ちっとも根気がなく疲れやすくて、ため息をついたり、とぼんと窓の外を眺めたり、ふと井戸端へ行って立っていたりした。政治とはできるだけ顔を合わせないようにし、職人たちともほとんど口をきかなかった。なんとかしなくてはいけない。このままでは亡くなった親方にすまない。 よせよせ。もうこうなったらおしまいだ。後下も八丁ぶりも投げているのに、俺なんかが出て何をしようと言うんだ。下手に意見をしたところでまた騙されるか、お笑い草にされるのがオチだろう。なるようになっちまえ。だが、それじゃあすまない。何とかしなくっては、人間の義理が立たない。絶えず後ろから追われているような、落ち着かないイライラした気持ちで、三日四日と立っていった。 するとその朝、ちょうど急がれている仕事があって、いつもより早く店へ行った。脇の木戸から入って井戸端の方へ出ると、そこに寝巻きのままで巻きがいた。顔を洗いに出たのかと思ったがそうではなく、苦しそうにしきりとおうとしているのである。だが生唾ばかりで、他に出るものはないらしい。それで余計苦しいのだろう。肩から背中へ、 波を打たせるのが見えた。どうしたんです、小神さん。直吉は急いで行って背中を撫でてやった。そこは思いがけなく痩せて骨張っていた。気がつくと、うつむいている首筋も肉が落ち、肌もツヤのない嫌な色に見えた。何か悪いものでも食べたんですかありがとう。もういいわ。マキは肩で息をしながら、 向こうを見たまま、虚脱したような声で言った。食あたりじゃないの。心配はいらないのよ。心配はいらないって。こう言いかけて直吉は、ああと思い当たった。去年の冬、マキは流産したが、その前、五十日ばかり、そんなことがあった。一日に行くたびも、そんな風に苦しみ、物をよく食わずに寝ていたりしたことがある。それだと思った。 そうですか。おめでたなんですね。もう、月が月だから、収まってもいいはずなんだけれど、今度はいつまでもこんな具合で。ありがとう。もう大丈夫よ。マキはようやく振り返り、青白く、こわばった顔に、泣くような微笑を浮かべた。髪がほつれかかり、涙で頬が濡れていた。その時、直吉は決心がついたのである。 そうだ。ここで投げてはいけない。マキはこう産むのである。亡くなった人との約束は言うまでもないし、マキのために、生まれてくる子供のために、自分にできる限りのことをしなくてはいけない。決心の、ぐらつかないうちにと思い、聖治を見かけるなり、晩に話があるから、と言った。その調子で何か感づいたのかもしれない。聖治は、唇の隅でニット笑い、 待ってるよ、と、おとなしく答えた。夕下の後、一度長屋へ帰り、着替えをして、店へ戻った。そして、二階の部屋へ、二人に上がってもらい、まず、仏壇を開けて、同僚と、線香をあげた。聖事は不思議に、神妙な様子で黙っていたが、まきはすっかり青ざめ、おろおろと、立ったり、いたりした後、 やがてそこから出て行こうとした。いや、おかゆさんもここにいてください。聞いてもらわなくちゃならないことがあるんだ。直吉はこう言って、二人の前に座った。今夜は亡くなった親方の名代のつもりだからね。親方、お前さんの名も昔のように呼ばせてもらうぜ。誠じは黙ってうなずいた。早くも観念したという姿勢である。 膝の上に両手をつき、後部を垂れて、もう何もかもわかっているというふうに、一言の弁解もせずに聞いていた。牧は震えていた。両手の指を揉み合わせたり、しきりに唇を噛んだりした。直吉は、できるだけ感情を抑えて、意見というより相談をするという調子で話した。政治が、顧客先や商売仲間を借り回ったことなどは、 マキには分からないように濁していった。俺は今更亡くなった親方の遺言を盾に取ろうとは思わない。今度博地をしたら縁を切る。そう言ったって、夫婦になって丸二年の中をそうやすやす避けるもんじゃないんだから。そいつは亡くなった親方も分かってくださると思うんだ。直吉は仏壇の方を見た。それから少し言葉を強くしてこう続けた。 だが、おめえとしちゃ、それじゃすまねえはずだ。おめえは死んでゆく人と約束したんだ。生きてる人間なら、怒ることも、殴ることもできる。けれども、死んだ者には、苦情を言うこともできやしねえ。おめえが本当に爆打をやめて、おまきさんを幸せにし、記録の店をしっかりやってゆく。大丈夫、間違いないと信じて、安心して、目をおつぶんなすった。それを、 裏切るってのは罪だぜ、聖事。そうじゃねえか聖事は深くうなだれた。直吉は目の裏が熱くなるのに困った。うっかりすると騙されるぞ、と思いながら、おとなしく無知を受けるような聖事の格好を見ると、ついずるずると引き込まれそうになる。かわいそうなやつなんだ。そういう気持ちがだんだん強くなってきた。 そればかりじゃあね。もちろん知ってるだろうが、おまきさんには子供ができた。子供が生まれてくるんだ。おめえだって、子供を不幸にしたかはねえだろう。政治。今度はその場だけのごまかしでなく、本音を聞かせてくれ。亡くなった親方の居合も聞いておいでなさる。おめえの少年から出ることを聞かせてくれ。あたご下や八丁堀や、その他、不義理のあるところは自分が引き受ける。 何としてでも店の立って行くようにするから、お前も今度は正直のところを言ってくれ。直吉はこう言って言葉を結んだ。政治はうなだれたままポロポロ涙をこぼした。それから低いかすれた声で一言ずつ区切りながら言い出した。親方にも、直兄にもすまねえ。薪にもすまねえ。本当に 申し訳がねえ。俺は自分でも自分に愛想が尽きたんだ。いっそ信じまえと思ったこともある。俺ってやつは情けねえ人間なんだ。おめえほど頭のいいものがそれだけわかっていて、それで博打チぐらいがやめられねえのか。やめたんだ。悪いと思うからぷっつりやめたんだ。そじゃあねえ。たびもきれいに足を洗うんだ。 もう二度と、再びサイコロを持つめ、爆ク場の方へは、寄り付きも締め、そう、心眼にかけてやめるんだ。けれども、友達ってやつがいる。こいつがどうしても話さねえ。こいつが、何のかぬと誘い出すんだ。嫌だといや、店に迷惑がかかる。しようがねえ。やっぱり、ずるずる、削り込まれちまう。だがに、俺も、 ついぶん苦しかったんだ。だが、そいつは、そいつはおめえ、なんとかなるんじゃねえのか今の時、そんな無法なことが。いや、縄には知らねえんだ。ああいう仲間のことは、も無法もねえ。もともと、ご情報の裏を行く家業で、世間のギリの人情なんてもな、これどっちも、あれは死ねえんだ。だから、その手を逃れるには、 たった一つの手段しかない。いじは涙を拭きながらこう言った。それは自分が江戸から足を抜くことである。2年か3年、よその土地へ行って、その間関係を絶っていれば縁が切れる。これが唯一の方法であると言った。だが、それには、マキを連れて行くわけにも行かず、店のほども掘ってはおけねえ。博打と縁を切るには。 その他に手段はねえが、そうかと言って、動きできねえ。無理にやるとすれば、店のことから、牧のことまで頼めるのは、ナワニ一人だ。ナワニー。ナワニには、これまで、異様のねえ世話になっている。この上、そんなことを頼めたきりじゃねえ。ら、それで、身体極まっていたんだ。俺のことはいい。俺にそんな親略はいらねえ。 けれども直吉は腕を組んで黙った2-6それから1年という月日が経った政治を旅に出すまでの戦いきさつは後から思うとすべて彼の計画にはまったようなものであった彼は頼むとは言わなかった直吉から進んで引き受けた 旅費も直吉がアごし下から借りてやった。まきも自分のものを売ってかなりの額を持たせたらしい。まるでどこか大床の息子が油産旅にでも行くように、聖事は懐手で,で支度をさせ余るほどの金を持って江戸を立って行った。あいつらに感づかれるといけないから当分は居所を知らせない。頼りがなかったら無事だと思ってくれ。 遅くも三年目の親方の気にちには帰ってくる。それが言い残した言葉であった。直吉はその後、あたご下や八丁堀はじめ、関係のある筋を奔走して、店の立て直しにかかった。そうして、ようやくわかったのであるが、政治が旅へ出たのは、幕ク仲間と縁を切るためではなかった。いや、それも手段の一つだったかもしれない。 確かに、そういうつもりもあったろうが、事実は、江戸にいられなくなっていた。四方八方と言いたいが、百方狩りで、至るところに、不義理がかさんでいた。しかも、それはギリギリ決着の、ほとんどどん詰まりに来ていたのである。政治が今度、仇になるために旅へ出た。こう直吉が言うと、大抵の者が。野郎、逃げたか。と、罵った。 中には、生かしては置けない奴だというものさえ、幾人かあった。まきは何もかも投げ出した。亡くなった父母の形見も、自分の着物も、紙道具も、タンスや長持ちや兄弟や、大切にしていたシタンザのシャミセも、金になるものは洗いざらい金に変えた。店と住まいをひっくるめて抵当に入れ、はけないで溜まっていた品は叩き売りに売った。 それでもなお、八十何両という借金が残ったけれど、幸い、あたご下と八丁堀が中に立って、記録の店だけは続けて行けるように話がついた。こうして、ともかく一段落ついたのは、年の暮れに近い頃だったが、ある日、島蔵と兵庫が揃ってきて、政治にはもう望みがないから、これを機会に、 さっぱり、利縁をするようにと言った。たとえ、当人がいなくとも、自分たち二人が商人になる。もし、それが不承知なら、自分たちは、今後一切のことから手を引くと言った。牧は泣いていて答えなかった。直吉はよく考えた後、これまでの二人のしてくれたことに礼を述べ、しかし、利縁することは待ってもらいたいと頼んだ。 生児がこんな不始末を残して逃げたのは全く悪い。けれども、これで本当に真人間になるかもしれない。今度こそ、足を洗うと言って出て行ったのである。もう一度、それを信じてやりたいと言った。もう一つには、生まれてくる子がかわいそうだ。この子を、手てなし子にするのは不便である。とにかく、生児の帰るまで、待たせてもらいたい。 島蔵と平吾は、よほど固く話し合ってきたものだろう。それでは白状のようだが、自分たちはこれで手を引く。これからは、どんなことがあっても、相談に来てくれるな。はっきりこう言って、帰ったのであった。それからはもちろん仕事は縮小したし、職人も大抵暇を取った。あとは、宇野吉という、十六になるのと直吉だけで、それこそ、まな板を削るようなことも、 厭わずに働いた。年が明けて春になり、夏になった。牧が幸運だのは五月の初めである。生まれたのは男の子で、亡くなった六兵衛の幼名を取って文吉とつけた。世間はまり持ちだという。お産の前後から牧がすっかり開つまでは、隣の老人が来て何もかもやってくれた。なおさんには。 親身も及ばない世話になってますからね。こんなことで恩返しができるとは思わないけれど、果たして間に合うことなら何でもしますからそう言ってください。遠慮されちゃこっちが困りますよ。そういいに。いたき洗濯から縫い繕いまで探し出すようにテキパキとやってくれた。直吉はすっかり赤子の虜になって、まだ目も開かないうちから抱いたり背負ったりした。 ブクブク肥えてはいないが、陸のしまったキリッとした体つきで、髪毛もまイもはっきりと濃く、おちょぼ口で、とから、女の奥さんですかとよく言われた。マキリは、それが気がかりだったらしい。きどよしは、あの人に似たのね。まイのとこなんかそっくりだわ。もし、気象まで似ていたらどうしよう。バカのことを言っちゃいけねえ。 自分にはわかるねえが、この子はお前さんに似ているんだ。眉毛だって、口だって、お前さんの小さい時に無理二つだぜ。俺はお前さんがこのくらいの自分をよく知っているんだから。そうかしら。そうであってくれるといいけれど。マキは祈るような口ぶりで、いつもそっとこう言うのであった。少しは頭が悪くってもいいわ。どうかあの人の性分人だけはいませんように。 つわりがひどかったせいだろう。まきは日立ちがはかばかしくなく、秋になるまで寝たり起きたりが続いた。そして、九月十二日の宵のことである。夕食の後、下の茶の間でまきは赤子に父をやりながら、うとしみじみとした目でなおちを見た。そうなのね。親子二代というわけね。 何ですみなり。私もなおさんの背中を濡らしたし、この子もなおさんの背中を濡らすんだわ。こんなのってないわね。そんな、当たり前なこと、いなさんな。私、覚えてるわ。ずいぶんちいちゃな、おかしいようなことまで覚えてるの。いろいろなことをして遊んだわね。こうやって、目をつむると、はっきり見えるくらいだわ、なおさん。この子も、私と同じように。 また直さんに、遊ばせてもらうんだわね。突き当たりは、まだ空いてますからね。直吉は、こう言って笑い、さて、もう一仕事やるか、と、立ち上がった。牧の回想を、それ以上聞いているに、耐えなかったのである。仕事場では、宇野吉が、かンなの歯を研いでいた。彼は、やりかけの茶ダンスの前に座り、飲みを取って仕事を始めた。 それからほんのしばらくして、ちょうど、宵の八時頃だったろう。茶の間の方で、赤子のなく声がしたと思うとまもなく、不気味な地鳴りとともに、いきなりぐらぐらと地震が来た。地鳴りは遠くから波の寄せるように来た。そして地震は初めから上下道で、ああとだった直吉は足を取られ、宇の吉の体がコロコロ転がるのが見えた。牧はどうしたか 直吉はすぐに飛び起き、引き戸を開けて奥へ行こうとした。その途端に、くらくらと目が回り、どこかへ体を叩きつけられた。目が回ったのではなく、その時、家が潰れたのである。凄まじい物音が静まり、辺りが真っ暗になった。彼はようやく、家が潰れてその下敷きになったことに気がついた。叫ぼうとしたが、舞い立つ壁土にむせて、激しく咳き込み、 すぐには声が出なかった。幸い体には怪我はないらしい。周りを手で探ると、避けた天井が頭の上にあり、柱と柱の組み合った間にいることが分かった。すると、そこから板間を抜ければ茶の間であるが、運悪く、そこは倒れた柱と落ちた壁とで塞がれていた。おまきさんおまきさん直吉は咳込みながら叫んだ。 聞こえませんかお牧きさん。小のき牧のきはいるか余震が来て、潰れたままの針や柱がきしみ、ガラガラと何か崩れた。すると、突然赤子の泣き出す声が聞こえた。咳を切ったように激しく、喉いっぱいの泣き方であった。おう、はあ、ぼや、ぼや。直吉は気が狂いそうになり、夢中でカビ土をかき崩しながら説教した。お牧きさん、お牧きさん。 その叫びが、長屋の人たちに聞こえたのである。そして、直吉が、まず、掘り出されたのだが。その時は、茶の間の倒れた安ンから火が映って、ブスブス、煙が漏れ始めていた。おカさんがいるんだ。赤カンを抱いて、オカさんが、茶の間にいるんだ。どうか頼む。みんな、手を貸してくれ。彼は、中場泣きながらわめきたて、瓦の落ちた裸の屋根、すでのまま飛びかかった。マは、 台所の脇から救い出された。そっちへ逃げようとして潰されたのである。茶の間にいたら怪我はしなくても、燃え出した火でやられていたに違いない。周りの人たちのおかげで間もなく消し止めたけれども、後で見ると、茶の間と店の半分は、すっかり火で焦げていた。終わった。終わった。怪我はねえな。大丈夫だな、木さん。どこも痛かはねえな。 七夜の表にあるむしろの上に座らせて、まず水を飲ませながら、直吉は牧の体をそこここと撫で回した。赤子は駆けつけてきたお糸に抱かれて、ついそこでぐずぐず泣きしぶっていた。牧は水を飲み終わると、茶碗を手探りで下に置き、文吉は、お糸さんに抱かれているのね、とうつろな声で言った。それから、 怖いものでも見るように、そっと、泣き声のする方へ振り返り、嫌や,やかな、感情の抜けたささやき声で、こう言った。見えない。何も。なおさん、私何も見えないのよ。見えないって。おまきさん、目、目が見えないのか。何にも見えないの。何にも。のっくらだわ。 な吉は呆然と、マキの顔を見守った。3-1その時の地震は大きいことは大きかったが、全体から見ると被害はさしたるものではなかった。市中のそこここで、石垣や崖が崩れたとか、どこかの寺の鐘楼が倒れたとか、深川の方で家が何十軒か潰れたそうだ。 などという漠然とした風評が、実際にはその半分にも達しないくらいだった。また、小曳町付近にしても、三十軒りの石垣がところどころ崩れたのと、ごく古い家がとびとびに十五六軒倒れたほかは、屋根瓦がずったり、土蔵の白壁が剥げたりした程度のことであった。記録の家が倒壊したのは、建物が古いというより、 他に原因があるようだ。つまり地盤が緩いとか、また地震の振動に筋のようなものがあって、ある方向にある幅だけ強く揺れるとか、そういうことでやられた模様であった。それというのが倒れた十五六軒の家をずっとたどってみると、ほぼ東北から西南へ一列になっているし、三十軒掘りの石垣の崩れたところも、 その筋に当たっていた。記録は二階建ての上に、開花の大部分が空間の多い仕事場で、一層倒れるのが早かったのだろう。小僧の卯之吉は針の下になって死に、牧紀は頭のどこかを打って、にわかに目が見えなくなったが、茶の間から出た火をそこだけで消し止めることができたのは、せめてもの幸せであった。 長屋の方には別に異常がなかったので、牧はその夜から直吉の家へ移った。誰から伝わったものか三日目に、あたご下と八丁堀から若い者が見舞いに来た。そして、倒れた家の後片付けをしたのだが、壊れた上に火で焦がされたり、水浸しになったりして、使えるようなものはごくわずかしか残ってはいなかった。 両方の若い者たちは、変わる代わる7日ばかり手伝いに来てくれた上、姉妹にはかなりな額のお金を親方からと言って置いていった。手間をかかせた上に、こんなものをもらってはすまないんだが、正直のところ、何より欲しい場合だし、他にあてもねえからありがたくいただいておきます。ありがとうございましたと、そう伝えておくんなさい。 直吉は、まきには聞こえないように、使いのものにそう言った。あたごしたと、八丁堀とは、いつかの話からこっち、行き来のできない形になっていた。政治と縁を切るか、それが嫌なら、今後のことは自分たちは知らない。こっちも顔出しはしない。そっちも来てくれるな。こう、断られたのである。二人がそういうのは無理もない。 直吉にはよくわかったが、牧には心よくはなかったに違いない。政治を離縁しろという話からして、あまりに無情だと思ったろうし、出入りを止めるような口ぶりは、もっとカチンときたらしい。もとは、淵の職人じゃないか。淵で一人前になった人間じゃないか。はっきり言葉には出さないけれども、そういう気持ちが檻に触れて感じられた。 したがって、後片付けの手伝いくらいはやむを得ないとしても、金の見舞いだけは受けたくなかったのである。しかし、直吉には差し迫った金が必要だった。牧と赤子の身の回りのものも買わなければならないし、まず何より牧を医者にかけなければならない。新ラの吉は親が引き取っていったが、これにも悔やみの金をやらないわけにはいかなかった。また、 今度のことで世話になった近所の人たちへも、たとえ気持ちだけにしても、礼をしなければ済まないだろう。そして、もう一つには、仕事場を失った現在、何とか稼ぐ方法の決まるまで、しのいで行かなければならない。これらの事情から、どうしても、もらわずにはいられない金であったが、しかし、マキには、知らせたくなかったのである。 記録の店のあった土地は、地主に取り返されてしまった。せめて小屋のようなものでも建てて、店の跡を残そうと思ったが、地主の方は売ることに決めたということで、こちらには元より金のないため、結局は返すより仕方がなかった。生産が帰ってきたら怒るだろうが、俺に解消がないんだからしようがない。悔しいけれど、おかみさんも。 諦めておくんなさい。災難なんだもの。あの人だって怒りゃしないわ。それどころじゃないじゃないの。亡くなった親方にも申し訳がねえんだが。直吉には、その地面から店の亡くなることが非常に重大であり、また、すべて自分の責任のように感じられて、長いこと、思い切ることができなかった。牧の目は、 少しも良くならなかった。頭を打った時、目の機能がどうにかなったのであろう。見たところは白目が濁って少し血の筋が出ているくらいのもので、さして変わったところもなく、涙と目やにが絶えず出る他は、格別痛むということもなかった。眼科の上手だという医者に次々と見てもらったが、それぞれ 見立てと治療がいくらか違うだけで、どの医者にもこれがこうというはっきりした診断も両方もないらしい。麹町の平川町に乱邦の名高い医者がいたので、一度そこへも行ってみた。大変見識の高い人で、7日かばかり通ったのであるが、これは眼球の底に異常が起こったので、洗うとか薬を刺すとかいうようなことでは治らない。まあ 体に成分をつけて、自然に治るのを待つより、他はないだろう。こう言って、薬一丁もくれようとはしなかった。なんとか、領事の使用はないものでしょうか。西洋では、外科の方法で治療もできるらしいんだが、まだ今のところ、我々には手が出ない。何しろ、病気ではないんだから。しかし、例えて言えば、筋を違えたようなもので、 大切に養生をしていれば何かの表紙に元へ戻るかもしれない。とにかく気長に養生するより仕方がないだろう。こんなふうなことで、つまりその乱法医にはさじを投げられたような結果になった。もういいわ、なおさん。平川町のお医者の言うことが本当よ。私、気長にやってみるわ。お医者も薬も無駄だから、もうよしてちょうだい。マキは案外、 さバさバとそう言った。そうかもしれないが、それとも、どんなメインだって、見立て違いということはあるんだから。ともかく、できないことはしないから、そう気を使わないでいておくんなさい。だって、ミスミス無駄なことじゃないの。お医者や薬屋へ払うだけ、うまいものでも食べる方がましだわ。そして、直吉は、それからも、いい医者があると聞くたびに、 近い時は来てもらい、遠い時には牧を連れて飽きずに診察を受けに行った。私ことによると死ぬわよ。何を言うんだとんでもねえ。そんなバカなことを言ってびっくりするじゃね。えか。何というとんでもねえことを <laughs> 嘘よ。冗談じゃないの？冗談にもほどがある。嘘にもそんな馬鹿なことを言われるもんだ。これがせっかくこんなに苦労しているのにごめんなさい。 悪かったわ。マキはうつむいて、そっと目頭を指で押さえた。もう言わないわ。勘認して。直吉も顔を背けながら立っていった。赤子は丈夫に育っていった。そういう体質なのだろう。他の子のように肉はそうつかなかった。七八つの子供かなんぞのように引き締まった体つきで。 顔形などもすっかり調和が取れて整っていた。直吉はずっと前から日本橋巻町のサシマという店へ通いで仕事に行っていた。そのサシマのどっちかというとダモのばかりを受け持つのであまりいい稼ぎにはならないけれども酒もタバコも口にしないで稼ぐ一方の彼には生活した上に時折の医者や薬代ぐらいには困らずに済んだ。 留守のうちは、隣のお糸が、薪の世話をしてくれた。しかし、家にいるときは、直吉が何もかもやった。赤子を背負って煮たきもし、洗濯もした。ほーら、泣かない泣かない。おい、見てくだちゃい。棒は泣きまっちゃんよ。ねえ、棒が煙いでちから、煙はあっちへ行ってくだちゃい。行ってくだちゃい。ほーら、あっちへ行ったね。もう煙たくないね。 なおさん、なおさん、あたしだけからおろして。なあに、うそうだから。なあ、坊や。お家ん中は気がつまって嫌でちね。なおとんぶでちね。ほーら、ぷーぷー、ぶくぶくぷー、吹き出しまっちたよ。ごはんはぷーって、もうすぐでちょ。お、は、ー、あ、ちゃんって、すぐでちょって。抱いても背負っても、ひっきりなしに赤子とそんな話をしている。 夜中に泣き出してもすると肌へ直に呼ぶって、半時でも一時でも外で子守歌を歌って騙した。自分のこと言うより、おじいさんが孫を溺愛するようなありで、近所の人たちは感心するよりもむしろ呆れるくらいであった。の二。 記録の店のあった後には小さな荒野と仕出しをする魚屋が建った。元材料置き場のあったところが荒野の干し場になり、甘酸っぱいような染料の匂いが絶えず流れてきたし、土偶にはいつも色のついた水が溢れるようになった。魚屋も長屋などには用のない品ばかり扱っていて、ピカピカ光る真鍮のタガのハマった番台をいくつも重ね、 天秤棒をぎっきときしませながら、威勢のよい若い衆が三人、まるでかけるような勢いで、せっせと毎日得意回りに出て行った。帰ってくると、番台その他から店の隅々まで、水をぶちまけるようにして洗い、床板や大まな板などは、しっしシし、といったような掛け声を上げて磨くのであるが、若い衆たちの真っ白な半もも引きや、 豆絞りのキリッとした向こう鉢巻きや、よく光る真鍮タガノ、きれいに磨き綱で洗い上げられた番台など、何かしら威圧的で、怖いようにさえ見えた。太った空顔の亭主と、すんなりした小柄な体つきの若い女房とは、家にいて、しらしのワンや刺身や、また、びっくりするほど大きな鯛の焼き物を作ったし、重死後になる小僧が、 おかもちで、どこかへ届けに出入りしていたが、その小僧からして、長屋のものなどは相手にせず、時に何か買いに行くものでもあると。ああ、何もねえよ。今日はもうすっかりだ。またこの次にしてくんな。こういう、剣をろもの挨拶で、よければ、あらでもくれてやろうぐらいは、言いかねないようなありさまであった。この店は、動きーキンとい,い、 主は、金助という名であったが、噂に聞いたのか自分で見て感心したものか、時折、五代とか、さゆりとか、キス、アユなどという、高価な季節の魚をよく、直吉のところへ届けてよこした。こっちは到底、そんな魚を買うゆとりはなし、そうかと言って、ただもらうというのも嫌だから断ったところ、金助という主がやってきて、 晩の酒の魚にと思って取っておいたんだが、売れ残ったのがあったんで余っちゃった。別に珍しくはねえが、おかみさんにでも食べてもらおうと思って届けたんだ。こいつは残り物じゃねえから、あっさり食べてくんねえ。こんな風に言って置いていった。こうして、だんだん動きんと、行き来が始まった。直吉も頼まれて直し物などしてやったり、大きな紙棚や銭箱などを作ったりした。 金助の女房は乙美と,という名で、病心というほどではないが、骨細の、腰回りなどは娘のようにすんなりした体つきだった。ラオキチの留守に時々来ては、マキと話してゆくらしいが、元麻布の方で店を出していたこと。金助は実は初めの夫の兄であること。酒が好きなのと、ギラユ、ジョルリに来る他には道楽もないし、 人もごく良いのであるが、おとみにはどうしても好きになれない。それがまた向こうにもわかるので、あの人もつまらないようだ。そんなことも打ち明けていった。人間って本当にちぐはぐなものなのね。マキは身につまされたようにため息をつき、おとみというその女房をあわれがった。千の御弟子というのは酒癖が悪くて、 茶屋小屋遊びの他にも、近所のご家さんとか、娘とか、人の女将さんとか、自分の家の下所にまで手を出すような人だったんで、その後始末をするのは、いつもおとみさんで、苦労も苦労だし、泣かされ同士だったというの。そんなひどいご亭主だったのに、忘れられないのね。おかしいのは、今でもよく夢を見るんだそうだけれど、夢の中でもまだ女でしくじって、おとみ、 また困ったことができちゃったよ。そう言って、頭の後ろのところ決まり悪そうに書くっていうわ。馬鹿にしちゃいけねえ。とんでもないやつがあったもんだ。そんな夢の中でまで。今のご亭主は32だそうだけれど、ちょっとお返人のようなところがあるらしいの。第一菓子のなんとかいう大きな料理屋の板前だったというけれど、お富さんと一緒になるまで、女の人を知らなかったそうよ。 弟の嫁と一緒になったのは、親類や周りの者の,のすすめだろうが、料理屋の板前などをしながら、そんな年まで女を知らなかったというのが事実なら、あるいは密かに乙女を好いていたのかもしれない。そして、弟が亡くなって、いざ夫婦になってみると、乙女は亡くなったヤクザな夫を忘れることができず、人もよし、人間も固い彼を、どうしても好きになれない。 性が合わないとか、年回りが悪いとか、世間では簡単に片付けてしまうけれども、直吉はそれとは別に、生まれつきの、運、不運といったような、人の力では反抗のしようのない、大きな厳しいものの支配、あらゆるものがその支配のままに動かされているように感じられて、人間というものの悲しさ、無力さに、一人でそっとため息をつくのであった。 牧の目は、明くる年の秋になって、治るような兆しを見せた。それまで真っ暗で何も見えなかったのが、いつからか、ごくかすかずつ、視界がほの明るくなりだし、ことに夜になってからの暗闘の日などは、他の暗い部分とかなりはっきり区別がついた。暗闘は、そこにあるでしょ空。ちょっと動かしてみてちょうだい。のかいオワミさん。 ほら、今度はこっち。この辺だわね。そうでしょさあ、もう一度やってみて。その時の二人のことに直吉の喜びは非常なものだった。丹精の光が現れた。辛抱した甲斐があった。もうこれからずんずん良くなるに違いない。彼は仏壇へ灯明をあげ、明日は赤飯を炊いて祝おうと言った。 それは確かに、治る前兆だ。冒金の主もそう言った。そういう時は、何でも需要の強いものを食べなくちゃいけねえ。うちから届けるから、口には合わねえかもしれねえが、薬食いだと思って食べてくれ。そうして、脂肪の多い魚や、特に大きい魚の肝などをせっせと持ってきた。ナウキシも稼ぎの帰りには、ウナギとか鯉とか、 目に良いと言われるものをよく買ってきた。下町育ちの女は大抵、淡白な食べ物を好む。牧はその好みの強い方で、川魚は元から嫌いだし、中でも鯉などは切り身を手に持つのも嫌だったが、目を治したい一心から何でも食べた。不思議だわね。こんな魚の肝なんてもの、聞くだけでも胸がムカムカしたのに。 こうして慣れてみると食べられないこともないわ。薬だとなれば熊の遺さへ飲むからな。本当ね。でも、恋だけはまだどうしてもこの匂いが嫌だわ。こんな風な明るい会話がおよそ見つきばかりも続いたのである。文吉は丈夫なせいか、誕生にはもうよちよち歩きだし、回らない下で口も聞き始めた。うっかりすると、 裸足で外へも出かねないので、直吉は仕事に出かけるたびに、うるさいほど、牧に注意したものである。しかし、その年が明け、二月の声を聞く時分になると、牧の目は、また、だんだん暗くなり、やがて元通り、暗い闇の中に閉じ込められてしまった。牧は、それを長いこと黙っていた。 その月の末のことだったが、直吉が仕事から帰ってみると、部屋の中に座布団があり、茶と給須の盆が出ていて、それに文吉がまたがって歩く春駒のおもちゃを持っていた。客でもあったのかと聞くと、牧は、え、八丁堀が来たわ、と答えた。珍しいことがあるもんだ。あんなにもう来ないからと言っていて、何か用でもあったんですかあんたに、 マキは、しかんだような笑い顔をした。明日にでも、仕事の帰りでもいいから寄ってくれって、文吉にそのおもちゃと、それから菓子折りのようなものをもらったわ。しにこいって、何の用だろう。隣のお糸さんにお茶を出してもらったのよ。この檻りを開けて、お菓子か何かだったら、少し持ってってあげてちょうだい。直吉は手を洗って、夕げの前後しらいをした。 二滝はお糸がしておいてくれるので、温めるものを温め、湯を沸かせばそれでよかった。直吉の帰りが遅いような時には、お糸が来て、二人だけ先に食べさせてくれるのだが、牧は元より文吉までが彼と一緒に食べるのを好むので、大抵三人で禅を囲むことになった。その後の日、直吉は八丁堀へ夜からと断って出た。 そして仕事を少し早めに切り上げて長沢町へ行った。英語は記録にいる自分は格別腕がいいとも言われなかったし、実際また腕ばかりでもないだろうが、長沢町の店は大層な繁盛ぶりで、腕っこきと言われたどご下を遥かにしのぐ勢いだった。店の脇に石畳の路地があって、 そこを入って行くと、住居になっている。直吉は一度、店へ顔を出してから、住居の方へ行った。今、ちょっと客ですぐ来ますから、すいません。ちょっと待っていてくださいね。遺産どあったことのある女房が、こう言って六条へ通して去ると、まもなく、若い下女のような女が、茶を持ってきた。すぐ右隣が茶の間らしく、その女が、 おばさん、おばさんと言って、女房と親しそうに話すのが聞こえ、それからはりかんだようなくすくす笑いをしたり。嫌だ、私知らなくってよ。などという、こびた声を上げていたが、今度は漆塗りの木鉢に入れた菓子を持って現れ、それを彼の前へ置くと、急に真っ赤になって、逃げるように廊下の方へ出て行った。もう、二十歳か二十一になるだろう。 眉毛と髪のツヤツヤと濃い他には、どこといって特徴のない、しかし陽気な顔立ちの女だった。直吉はこの家の親類のものだろうと思った。待たせてすまなかった。どうもわけのわからねえ客だい。こう言いながら、英語が入ってきた。主示から何か頼りがあるかい茶を一口すすると、すぐこう言い出した。出れってから一度、 そうですね。去年の梅雨時分だからに手紙がありました。その時は、ところはどになってたところ書きはないんです。髪型だということは書いてありました。っけ。はじめ出て行くときが、ああいうわけで、わざと居所も知らさねえ、タイルのねえのは無事だと思ってくれ、そういうことで出て行ったんですから。その去年の手紙っきり、タイルはねえんだな直吉は、 兵と頷いた。どういうわけで今頃また政治の話などを持ち出すのかと不安なような落ち着かない気持ちになり兵庫の次の言葉をじっと待った三の実は昨日ちょっとおまきさんにも話したんだがこれはし下ともずっと前から相談していたことなんだが。 小柄町のああいう暮らしにももうそろそろ肩をつけなくちゃいけねえと思うんだ直吉は頭を垂れ口を固く結んだはっきり言っちまう方がいいと思うがあの狭い家でお前とおまきさんが一緒に暮らすというのは褒めたことじゃあね俺たちにはわかってる二人の気象も知っているしあの災難でおまきさんがあんなになってお前のところへ一緒になるより仕方がなかった そういう事情も、俺たちにはわかってるが、世間の人がみんなそうわかってくれるもんじゃねえ。おめえはその年でまだ一人み。おまきさんも、目こそあなたが、まだ若くて器量よしだ。これまで嫌な評判が立たなかったのは、まあ、正直な、おめえの人柄の得だろう。だが、そいつは決して、いつまで続くものじゃねえ。長えうちには、きっと火のねえ煙の立つ時が来る。なお。 おめえそうは思わねえか直吉は舌をむいたまま黙っていた。英語は音をさせて茶を飲み、それを下に置くと、できるだけ砕けた調子でこう続けた。おととしは、あんなふうに言ったけれども、あたご下にしろ俺にしろ、それで放っておけるものじゃねえ。それでいろいろ話し合った上、おまきさんに俺の家へ来てもらい、おめえはおめえで独り立ちのできるように。 あとこしたと俺で心配しようということになった。昨日はおまきさんにちょいとその話をしてきたんだが。おかみさんに、そんな話をおかみさんにしたんですかなって、それが順当じゃねえが。おまきさんはそうしてもいいという口ぶりだった。これまで随分おめえの世話になってるから、自分の方から言い出すわけにはいかないけれども、おめえさえ承知なら。 そうしてもいいと言いなすった。直吉はじっと唇を噛んだ。英語の言うことはもっともかもしれない。一人身の自身とマキトが一つ家に寝起きしているというのは世間に対して遠慮すべきことかもしれない。けれども、けれどもそれは少し違う。どう違うかということははっきり言えないが、自分たちの場合はそれとは違うのである。 これもついでに相談するんだが、おめえ、神さんを持つ気はねえかいや、もう神さんをもらわなくちゃいけないと思うが、どうだ直吉は、えっと言って、英語を見た。あたご下も俺も気にしていたんだが、これまでの暮らしの形じゃ、神さんを持つわけにはいかねえ。だが、おまきさんと別々になるとすりゃ、いつ初体を持ってもいいはずだ。 実は一人世話をしてえものがあるんだが。そんな、お前さん、おっしらも。直吉はドギマギして首を振った。そんなもかんなもありゃしねえ。おめえもう三十おってたるじゃねえか。一人前の職人で、その年になって神さんを持たなきゃ、片はと思われたってしようがねえ。世話をしてえというな、今ここへ茶を持ってきた娘なんだ。おめえ見ただろう。ええええ、その、 直樹氏は赤くなり、目のやり場に困るという顔になった。別に、はっきりとは見なかったこの城内の教授屋の娘なんだ。今年ちょうどおめえと一回り違うだろう。器量はあんまり用があねえが、気のよい賑やかな処分で、評判の働き者だ。うちのやつもぜひなおさんにと言ってるんだが、もろん今ここですぐと言ってもしようがねえ。さっきの話と、これとよく考えた上で、 なるべく早く返事を聞かしてくれ。夕下の支度ができたというのを断って、間もなく直吉は八丁堀の店を出た。もう町は暮れて、家々の障子は明かりを写している。きと別れる。文吉もいなくなる。自分が承知さえすれば、きはそれでいいと言ったという。そんなものだろうか。もちろん自分には、 十分なことはできない。八丁堀へ行けば、もっとうまいものも食べられる。綺麗な部屋に寝起きして、きちんとしたものを着て、もっといい医者にもかかることができる。坊やだって、おもちゃもろくろく買ってもらえず、あんな裏長屋の汚らしい家にいるよりは、その方がずっと幸せかもしれない。そうだ。確かにその方がいい。牧にも文吉にも。そうする方が幸せだ。 とそうなったら。直吉は、貸し沿いの暗い道を歩きながら、誰かに訴えでもするように、こう一人でつぶやいた。そうなったら、女将さんも坊やも行っちまったら、俺一人で、どうしたらいいだろう。家へ帰ると、文吉はもう寝て、支度のできた前後前に、マがしょんぼりと座っていた。 直吉は声をかけて、すぐ台所へ行き、手足を洗って着替えをした。遅くなっちまって、すいません。わざと元気に言いながら、前へ向かった。この日待ちに、おついがかかっててよ。なんだ、おかみさんまだですか先食べてくれればいいにさ。なんだか、お腹がすかないもんだから。では、一緒にと言って、直吉は彼女へも給仕をした。 この頃ではチリレンゲを使って手探りではあるが一人でも大抵食べられる。それが帰って直吉には悲しかった。そうやってだんだん慣れていく。目の見えないということが身についていく姿。その様子を眺めるともう一生目らになった人のように思えて言いようもなく悲しくなるのであった。八丁堀でどんな話だったの どんな話って、昨日、大見さん、聞いたんじゃねえんですかあ、そうそう。私、聞いたのね。飯が終わって茶になっていた。マキは直吉から受け取った湯呑み茶碗を両手で持ち、意外なくらい明るく笑って首をかじげた。それで、その人、どうだったナさんの気に入ったこの人ってほら、いやだ。隠すことないじゃないの。あったんでしょその人と。 直吉は、禅の上の汚れ物を重ね、それを盆へ乗せながら、ぶすっといった。おっしゃ、ご遺産なんぞ持つ気はありませんよ。そんなことは考えたこともありゃあしねえ。そして、台所へ洗いに立っていった。彼は涙が出そうだった。洗いよけ、汚れ物を入れ、水がめから水をくんで、茶わんの音をさせながら、直吉は我慢できない気持ちで言いだした。 おかみさんが、ぶっちゃぼりへ行けば、こんなところにいるよりは、幸せなのは分かってる。俺はこんな人間で、解消がねえから、ろくなお世話もできやしねえ。そりゃ、初めから分かってた。俺はいつもすまねえ、申し訳がねえと思ってたんだ。ナオさん、あんた、何を言い出すのあ、しゃ、何もいいやしねえ。オさんにこそ、言ってもらいたかったんだ。これが不足だ、こうしてくれ、あれが食べたい。 こういうものをこしらえろ。言ってくれれば、俺はどんなにでもする気でいた。半端で、グズな人間だろうけれど、おかみさんと、坊やのためには、どんなことでもするつもりでいたんだ。そんなことを言わないで、ナさん。お願いだから、そんな風に言わないでよ。マキは、自分を抑えるような調子で、ナオキの言葉を遮りながら言った。すまない。申し訳がないと思ってるのは、 私の方じゃないの。世間がどんなに広くたって、ナオさんが、私にしてくれたようなことのできる人はいやしないわ。私が、何か不足に思っているなんて、たとえ嘘にもしろ、それはあんまりよ、ナオさん。それが本当なら、どうして八丁堀へなんぞ行くんですかここにいるよりいいからこそいいえ、違うの。それは話が別よ。マキはスラスラと、 明るい口調で言った。ねえ、そうじゃなくって、ナオさん。あたしは帰ってくる人がいるわ。待つあてがあるわ。でも、ナオさんはあたしとは違うでしょあの人が帰ってくれば、あんたはまた一人にならなければならない人だわ。そんなことは、おじもからわかってますよ。いいえ、ね、わかっていないことがあったの。自分のことばかり考えて、あたし、 なおさんのことをちっとも考えなかった。そして昨日、八丁堀に言われて、初めて気がついたのよ。何です八丁堀が何を言ったんですなおさんが、もう三十一にもなるということ。これまでの苦労も大変だったし、これからの苦労にもきりのないこと。このままでは、なおさんの一生が台無しになってしまうということよ。そんなつまらねえ。 ここへそんな足のことなんぞ。いいえ、ね、つまらなくはないわ。あんたが31にもなると聞いて、あたし、顔から火が出るような気持ちだった。いくらうかつと言ったって、身勝手と言ったって、そのくらいのことにも気がつかないなんて。自分ながら、あんまりだと思ったわ。あたし、どうしたって、どう考えたって、このままじゃいられないのよ。直吉は、 洗ったものを拭きながら、自分に十回でもするようにこう言った。おしは、おかみさんと坊やを、いじから預かったつもりでいた。いじは死しに、帰るまでを頼むと言っていった。おかみさんも坊やも八丁堀へ行ってしまって、いじが帰ってきたとき、何と言ったらいいだろう。昔っから、くずだ、のろまだと言われてきた。今度も頼みがいのねえ、脳なしだと笑われるんだろう。しょうがねそれが、 身に備わった女なら。その時、たまりかねたように牧が泣き出した。声を殺して、身もだいをするような泣き方である。直吉は、思わず台所から出て行った。3-4。どうしたんですどうしてそんなに泣くんですここへ来てちょうだい、直さん。牧はこう言って、 直吉の座った方へ向き直り、田元で涙を拭きながら言った。私、てしまうわ。本当は、言いたくなかったんだけれど、それでは分かってもらえないから言うわ。直さん、私今、帰ってくる人を待つあてがあるって言ったわね。でも、本当はそうじゃないの。私も、待つあてなんかなくなったのよ。ぼって、 それはどうしてです ?10 日ばかり前のことだわ。あんたには黙ってたけれど、店にいた又次郎がここへ来たの。元をここへですか直吉はぎくっとした。あんたの留守だったわ。又次郎もお店を出てから、あの仲間に入っていたんですって。それが去年の春時分、何か仲間に間違いがあって髪型へ行ったのね。 やっぱり、同じような仲間を頼っていったんでしょう。そうして、大阪の爆地場を回っているうちに、あの人に会ったというの。聖人ですか牧は、声を潜めるような表情で頷いた。又次郎から初めて聞いた時の、驚きと落胆とが、今また、新しく心を締め付けるらしい。こわばった顔を背け、片手の指で目を押さえながら、 震える声で、マキは続けた。あっちではもう、商売人仲間でもいい顔で、兄貴分の扱いだったということだわ。バタジローが声をかけたら、一度はびっくりしたようだけれど、別に言い訳をするでもなく、平気で一緒に遊んだっていうの。直吉は黙って、自分の膝を見ていた。信じられないようでもあるし、やっぱりそうだろう。 きっと、そんなこったろう、と思う気持ちもあった。出て行くときのひどいふぎりもあるし、向こうでもそんな暮らしをしているとすれば、はじめから帰るつもりはなかったのかもしれない。よし、そうでなくっても、もう帰る気持ちのないことは確かだわ、ナオさん。あたしがなぜ、八丁堀へ欲きになったか、これであんたもわかってくれるでしょう。 政治の帰るあてがあればこそ、座りもなっていられるが、その望みがない以上、こんなことを続けている意味がない。どうにかしなくてはと思って、八丁堀へは自分から使いをやったのである。ちょうど、平子の方でも、直吉に嫁の世話をしようと考えていたところで、自分たち親子を引き取ることもすぐ承知してくれた。こういうわけであるから、 お互いのために、ここで別れることにしよう。牧がそういうのを黙って聞いていた直吉は、その時頭を振って、牧の言葉を遮った。私しは、誠治は帰ると思う。遅くとも3年目の親方の気にちには帰ると言った。オガさんもそれはちゃんと聞いたはずだ。そしてわしは、その日までお前さんを預かると約束したんだ。来年の8月、 親方の命日が来るまでは、どんなことがあったって、待たなくちゃはならねえと思います。また、余震場政治が帰らねえにしろ。あしを亡くなった親方からも頼まれた。薪のことを、頼めるのは、おめえ一人だ。どうか頼むと、親方に言われてるんだ。だって、ナオさん、そんなことを言ったって。それじゃあ、あんたはどうなるのあんたの苦労の、抜ける時がないじゃないの。牧は、 身をもむようにしていった。それじゃ女将さんや坊やの世話をあしが苦労にでもしていると思うんですかもうかにしてもうたくさんよ直おおさんこう言ってまきはたもとで顔を覆い身もだよをしながら泣きだした直吉は膝へ両手をつき神べを垂れて低い訴えるような声で言ったここに手を組んなさい女将さんや 坊やがいればこそ、働く会も、生きる張り合いもあるんです。あっちおぼりへは、断っておくんなさい。お願いです。これまで通り、どうか、ここにいておくんなさい。マキはもう泣くばかりで、直吉の断りには、何の返事もしなかった。そしてその夜は、どっちとも話を決めずに寝たのであるが、明る朝、直吉が仕事に出ようとするとき、 マキは何気ない口ぶりで彼にこう聞いた。それで、もし八丁堀が来たら、お嫁さんの方の話はどう言っておくの直吉はドキッとして振り返った。しかし、その言い方は、マキがここにいる気持ちになったことを示すものだ。ということに気づき、パッと顔を明るくしながら。サイズは、あしから返事をしますよ。こう答え。 そこにいる文吉を抱いて二度も三度も乱暴なくらい高く差し上げたおとなしく待ってるんだぜもう今日はナウがいいお土産を買ってくるからな早く帰ってくるからないいかおとなしく待ってるんだぜ牧は泣き笑いのような表情で直吉の喜びにあふれる声を聞いていた八丁堀へは二三日置いて 直吉が断りに行った。英語は不機嫌だったが、怒るよりもあきれたと言いたい様子で、ただ嫁のことだけはよく考えてみろ、と念を押した。その縁談にはよほど乗り気だったと見え、しばらくしてまた問い合わせてきたが、直吉はきっぱりと断った。夏のかかりに文吉ははしかをやんだ。 それはごく軽く済んだけれども、まだ発信の引かないうちに、ウ金であるじ死に、そっちこっちで、直吉は五六日仕事を休んだ。金助は病死ではなく、裏の荒野の星場で首をつって死んだのである。女房の乙女の話によると、前の夜はいつもより余計酒を飲み、機嫌よく酔って浄瑠璃を語ったりした。 少しもおかしい様子はなく、酔いつぶれるようにして、十一時ごろに寝た。それが、朝になったら、裏で死んでいたのである。いつ抜け出したものか、そばに寝床を並べていた音にも、全く気がつかなかったという。そんな死に方なので、町方から役人が来たし、ちょっとごたごたして、葬式が出たのは、三日目のことだった。 集まっていた親類の人たちも帰り、人落ち着きした夜、おとみは牧を訪ねてきて、一時余り話していった。あたしにはわからない。どうしてあの人が死んだのかわからないわ。まるで見当もつかないの。今でも本当だとは思えないわ。おとみは何度もそう言ってため息をついた。直吉は女同士の話があると思って、 まだ起きていた文吉をおぶって外へ出た。銀座の方を一回りするうち、子供が眠ったので寝かせに戻ってみると、まだ話が続いていた。牧は、おとみが帰ってからも沈んだ様子で、何かひどく思いわびているような顔をしていたが、やがて寝床へ入ってからしばらくして、低い声でこう問いかけた。 ねえ、おとみさんはああ言ったけれど、ご店主が、なぜ死んだかわからない。見当もつかないって言ったけれど。あれ、本当だと思って、なおさん。そう、そいつはね。商売もうまくいっているし、体も丈夫だし。別に、義理の悪いことをしたわけでもない。死ななければならないようなわけは、一つもないというのよ。それがはっきりしていれば、それだけで、なぜ死んだかということは、 わかるはずだわ。直吉きは黙っていた。彼にはどうとも言いようがなかったのである。まきはそれから深い痛め息をつき、思い余ったようにこうつぶやいた。女って罪の深いものね。うおきんの店はそのまま畳んで、おとみはあざぶの親類へ身を寄せていった。おとみの姉のとつき先だそうで、 新阿弥町で糸畑屋をしているとのことだった。牧とはよほど気があったと見え、麻布へ行ってからも折り訪ねてき、時には半日も話し込むようなことさえあるが、金助のことはついに一度も口にしなかったということである。直吉も金助の死はおとみのためではないかと思った。弟の妻をその兄がもらうというのも世間には ちょっと例の少ないことだし、その年まで女を知らず、お返人などと言われていた性質から考えてみると、彼は相当、おとみが好きだったに違いない。しかし、おとみは彼を嫌った。いや、はっきり決まったのならまだいいが、どういうわけだか好きになれないという、どっちつかずの感情で、しかも形だけは、夫婦として暮らしていた。 こっちが好きであればあるほど、こういう関係は、男にとっては耐え難いものだ。金助にもし、溺れ込むような道楽があれば、そっちへ避けることができたかもしれない。また、そのくらいのことでは、びくともしない人間も多いだろう。だが、金助には、そうできなかった。激しい感情のはけ口にする道楽もなかったし、こんなものがなんだと、居直る気持ちにもなれなかった。 そうして彼は、自分の愛情が、ついに報われないだろうということを知り、深く酔って、くびれてしまったのである。女は、罪の深いものだ。牧がこう言ったのは、牧も金助の死が、お富のためであると思ったからであろう。そして、当のお富が、そのことを察しようともせず、格別、心を痛める様子もないのを見て、 なかば非難を込めて、そう言ったのに違いない。そうだ、あの女は白状だ。直吉も、一度はそう思った。けれども、やがて思い直していった。男が悪いのでもなく、女に罪があるわけでもない。すくすかないという、ごく単純な、しかも自分ではどうしようもない、愛情の悲しさなのだ。それは、人を生かしもするが、 ある場合は、このように、殺しもするのである。泣くのも笑うのもこのためだ。そして、誰も彼も、それなしには生きられないし、また、それから逃げることもできない。人間というものは、悲しいもんだ。直吉は、こう考えては、ため息をついた。三の五。 その年は日のの前と後に3度も大変な暴風雨があった。そのうち2度の豪雨で関東一帯が洪水に見舞われ木曳町辺りも床まで水に浸かった暴風雨の被害は随分広い範囲にわたったそうで強策を見越して米爆は言うまでもなくあらゆる物価が高騰し9月になると市中は至る所に打ち壊しが始まった 大きな商火や米屋が襲われ、建物家財を壊されたり焼かれたりした上、金や米雑穀を奪われた。ボートの多くがその日の食にも窮して、本当に上に迫られている人たちだったから、はじめのうちは役人にも手が出ないようなありさまだった。直吉もその渦の外にはいられなかった。仕事先の指松が店を閉め、その世話で、 芝金杉の縦小という縦小屋へ通うようになったが、世間がそんな状態なので仕事もごく少なく、物価の馬鹿げて高くなったのとともに、それだけでは到底暮らしてゆけなくなった。あたごしたか八丁堀へと思わないでもなかったが、こんな時世ではそっちもそっちなりに苦しいだろうし、これまで再三の行きがかりから行っても困る時ばかり。 頼みに行くというわけにはいかなかった。縦小に仕事のない時には、直吉は何でもした。荷車を引いたり、土運びをしたり、崩れた石垣を組む土工もやった。日本橋のかやわ菓子へ土産に行ったこともある。これは費用賃を米でくれるというので行ったのだが、船から岸へかけた渡り板がどうにも苦手で、とっと向こうから断られてしまった。 そんな具合で生活は苦しく、直吉は食事らしい食事をしない日がよくあった。今日は朝と昼の弁当が出るそうだから。牧にはそんな風に言って出かけた。今日は晩飯付きだった。そう言って夕げを食べずに寝ることもたびたびあった。こうして、牧と文吉にはひもじいい思いをさせないように努めたのであるが、それでもなお。 白い飯ばかりは続かず、野菜を入れた雑炊とか、かゆうどんなどでしのぐことが少なくなかった。10月、11月、12月と、世間の不況はひどくなるばかりだった。打ち壊し騒ぎはとっくに静まり、貧しい者にはお救い米がもらえるようになった。物価も賃金も一定されて、高価に売買したり、 不当に安く人を使うことは禁ぜられた。けれど、いつの時代でも、そういう禁制や法令は、表向きだけのことである。何の老若に分けて、一日にこれこれ、そう触れ出されたお救い米も、実際その人間の手に渡るのは、よくて三分の二、大抵は半分というところである。今日は菓しから、まだ米が出ない。 本を言う者には渡さない。こう言われてしまえば、ミスミス係の者が悪いことをしていると分かっていても、黙って引き下がるより仕方がないのである。日用の品でも、触れ出された価格では何一つ買えなかった。賃金も、お上で決めただけ払うところは稀であった。これには、水害で田畑や家を流された者が、江戸へ行けば何とかなるというので、 相当多数入ってきたためもある。そのままいつくものもかなりの数で、人口はもちろん労力が余っていたのだ。隣のいとの困り方もひどかった。米が不自由になり始めた頃、彼女は大きい子を一人だけ連れて玉川剤の兄の家へ行った。その時は親子で米や麦などを背負って帰り、薪と文吉へと行って、 お米を二升ばかり持ってきてくれた。いつかのことを思い出しますよ。亡くなったうちが病んで寝ている自分、ナオさんが三日に一度ずつ、一年近くもお米を持ってきておくんなすった。あの時のありがたい、嬉しい気持ちは、とても口で言えるもんじゃありません。あたしもうちもナオさんの後ろ姿へ手を合わせたもんですよ。その時の感動を、 新たにしたのだろう。おいとはこう言って、涙ぐみさえした。なに、おまきさんや坊やのたしまいぐらいは、今度はあたしがしますよ。実家は溝の口というところからちょっと入るんですけど、土地が高くなっているんで、水にもやられなかったし、収穫も相当よかったらしいんですから。兄嫁が渋い顔をしたって、今度はあたし、お祝いで行ってやりますよ。お糸は。 10日ばかり間を置いてまた実家へ行き、それから3度か4度は出かけたらしい。しかし、無心を聞いてくれたのは初めの1回だけで、あとはほとんど話にならなかったようだ。ルスの煮たきを頼んでいるので、マキにはすぐわかったのだが、お糸がこっちの増水などをこしらえていると、小さい子供が見ていてぐずるのである。おっか 俺も飯食いて、ねえ、俺も飯食うよ。そんな声がよく聞こえるのであった。マキは自分の食べるのを控え、これは余ったからと言ってはやりやりしたが、ある日、い糸が来て、泣いて実家の話をしたそうである。アニアメという人がとても強くって、四度目にはもう来てくれるなと言ったそうよ。マキはその時の話を、こう、ナオキチに告げた。 おととし建てた土蔵の中には、米も麦もどっさりあるんですって。倉蔵さんが亡くなった時だって、すればもっとできたらしいのね。親のいるうちはいい、兄弟の世帯になるとおしまいだって言うけれど、それにしたって、ウイトさんは四人の子を抱えて、女で一人でやってるんですもの。あんまり、白鳥すぎると思うわ。人間は、誰しも、自分が可愛いもんですよ。 その兄嫁という人だって、やっぱり他人には分からねえ。苦労があるでしょうからね直吉は沈んだ声でこう言った。まあ、なんだ。お互いに苦しい時は助け合える者同士が助け合って、それで切り抜けていくよりしようがねえ。貧乏人の辛さは貧乏人にしきゃ分からねえものだ。なんとかするからって、お伊さんにそう言っておくんなさい。こうして、彼はまた、 隣への補助を始めた。それまでがすでにいっぱいだったので、いくらわずかでも、よそへたしまえをするということは苦しかった。しかし、直吉はたとえ三問五問にしろ、こういうことは気持ちだけでも違うからといって、毎日決まって、いくらかずつは、牧の手からやるようにした。十二月に入ってからのことであるが、ある夜、 牧がこちらの気をはかるような調子で。で、私、お願いがあるんだけど、そんな風に言って、笑い顔を見せた。四丁目のお師匠さんが、半日だけ手伝いに来てくれないかって言うんだけれど、いけないかしら。お嬢さんって、長歌うのですかえ、カムメさんよ。世間って、広いものだわね。こんなに困っている人が多いのに、あそこは、 またお弟子さんが増えるばかりなんですって。もう年が年で、とても一人じゃお稽古がしきれないって言うのよ。だって、そいちゃあなんだけど、シャミさんも随分久しく持たねえのに。いいえ、大丈夫。そこはもう試してあるの。あんたは初めから筋が良かったけれど、今でもちっとも崩れていないって、お師匠さんが褒めてくれたのよ。昼から夕方までだし、それにあたしだって気が紛れるし。 直吉は、くっと胸が詰まった。牧の言うことは、全部、こしらえ事ではないかもしれない。小引町四丁目に、絹や勘梅という女の師匠がいて、薪は七つの年から稽古に通い、おさらいの時などは、三味線も歌も、群を抜いていると。師匠ばかりでなく、みんなからよく褒められた。ひところは勘メが。大師匠について、みっちりやる気はないか。 この道で立って行ける素質が立派にあるのだが、そう言って熱心に勧めたこともあった。母親の方はその気もあったらしい。だが、父親の六兵衛が、そういう派手なことが嫌いで、女が食えるような芸を身につけて、ろくなことのあった試しはないと、天から相手にならずに。師匠が薪を損褒めるのも、妻には付け届けが多いからさ。うぬもろじゃいけねえ。そう言って笑っていた。 そんな風で十五六になると稽古もやめてしまったが、それでも時々は四丁目へさらってもらいに行ったし、総ざらいの時などは必ず引き出された。親方の一生期の晩、聖地のお歌、牧の三味線で、土壌寺の丸太をやった時は楽しそうだった。こういう過去があるので、師匠が助けに来てくれと言ったのも、そうすれば気が紛れるというのも、 まるっきりのこしらいごとではないだろう。しかし、直吉にはそうとばかりは思えなかった。牧はそうして、いくらかでも生活を補おうという気持ちではないか。それが一番強く頭へ来たのであった。それは、おかみさんの気晴らしになるんならいいけれど、それだけならいいけれど。そればかりじゃなく、お師匠さんだって助かるわ。おかみさんの、 気晴らしならいいと言ってるんですよ。けれど、もしも礼なんかもらうんだったら、そんなつもりだったら、私はをやめてもらいたいと思います。マキは答えなかった。そうではないと、すぐに言い切れなかったのだろうか。かなり長いこと黙っていたが。すまないけれど、安藤を寄せてちょうだい。こう言って、静かに向き直った。見てちょうだい、ナオさん。私の目。 どうしたんです濁りが出始めているはずよ。と。う直吉は牧の目を見た。瞳にごく薄く白いものが浮いている。白目も嫌な色の濁りが見える。全体の感じが以前とは違って、どんよりと正気が抜けているのであった。いつからですいつからこんな。春からよ。 八丁堀がここへ来たでしょうあの少し前からまた何にも見えなくなってしまったの。お日様の明るさも見えない。安闘の火も見えない。元通り真っ暗になっていたのよ。三の六直吉は息をのみ、物も言えずに呆然とマキの顔を見守った。目が濁り出したのは、 自分じゃわからないけれど、ついこの間、お糸さんが見つけたの。すぐ口止めをしておいたし、あたしも、なおさんに気づかれないようにしていたのよ。正直に言うと、お師匠さんと声は、あたしが行って頼んだの。諦めたってわけじゃないけれど、このまま、治らない時のことも考えなくちゃいけないでしょ。う。それには、他に芸はなし、たとえわずかでも足しにはなるし。なおさん、お願いよ。 私に、お稽古を手伝わせてちょうだい。直吉は、すぐには返事ができなかった。牧の目が、元通り悪くなっていたということ。もうそれも、春先からのことだと聞いて、落胆とも、絶望とも言いようのない気持ちに、胸を塞がれたのである。結局は、牧の望み通りにするほかはなかった。現在、ちっとずつでも、暮らしの足しになるとか、 一生盲目で終わるようになるという気持ちはやりきれないが、反面には気の紛れることも確かだろう。何にもせずにぼんやり家にばかりいるのもつらいだろうから。そう思って直吉も承知したのであった。中旬になって縦小でも仕事が少しずつ多くなり、日雇いなどには出ずに済むようになった。牧も楽しそうで、直吉が帰ると、 しきりに稽古場の話をした。そこでは昔の稽古友達の噂がしばしば出るらしい。なおさん、酒屋のお金さん知ってるでしょそら、五丁目にあった佐渡屋の子よ。そうね、どんな子だったか。よく家へお手玉をしに来たじゃないの。あの人、家がつぶれてから深川で芸妓をしているんですって。もういい姉さん株で、土地ではたいそうだ。 はぶりだということよ。そんな話の中には、左官屋のおみつさんとか、歌子の材木屋のやいちゃんとか、直吉にも覚えのある名も少なくなかった。また、長屋にいた石区のせがれで、その頃、悪太郎の大将だった吉というのが、今では新鮮座で立派な石屋になっている、などということも聞いた。朝からちらちらと、粉雪の舞う日のことだったが、 仕事から帰ると珍しく、しじみの味噌汁がこしらえてあった。私がお稽古へ行ってる留守に、麻布からおとみさんがこれ持ってきてくれたんですって。自分で取ったんですってよ。こんなところでしじみが取れるかな赤羽町の上に一と,とこあるんですって。缶のうち、あの川で取れるのは目の薬だって昔から言われていたそうよ。あそこ、古川って言ったか 赤羽川って言ったか、なんだか、こっぽけな川だと思ったかな。朝にしようと思ったが、珍しいからすぐ汁にしたと言って、牧も直吉と一緒に夕食を食べた。その翌日、直吉は暗いうちに家を出かけ、縦章へ行く前に、メザルを一つ買って古川へ行ってみた。増上寺の裏門の前を赤羽橋へ抜けると、 その川は思ったより広い幅で、こちらの岸にはずっと枯れ足などがあり、どこか田舎へでも行ったような景色だった。赤羽橋の上というのを頼りに、大体の見当で川へ入り、目暗探りにザルで川底をしゃくってみた。そうして少しずつ川上へ行くうちに水が浅く、そこが砂と泥と混じっているところで、初めて五つばかり取れた。 へへい、ることはいるんだな。りごとを言って思わず微笑しその周りだけでかなり大きいの4、50取った。店へ行く時刻があるのでその日はそのくらいにしてあがった。体がすっかり冷え切って手などは指の曲がらないほど凍えたが初めて来てそれだけ取れたのと場所の見つかったことが嬉しくって店へ行くまで自分でもおかしいくらい気持ちが弾んでいた。 今日も初めて気がついたんだが、店の周りへシジミ売りが来るんですよ。やっぱり赤バレマシのあたりで取れるらしい。直吉は帰ると、そう言ってシジミを出した。一個に一度ずつ持ってこいと言っといたから、飽きるかもしれねえが、缶のうちだけ食べておくんなさい。だって、缶シジミは高いんじゃないのなあに、薬になるとすりゃ安いものさ。そう注文しときましたからね。こうして、 三日に一度ずつ、彼は家を早く出かけては、しじみを取って帰った。自分が取るといえば、牧が遠慮するであろう。そう思って内緒にしたのであるが、直吉にとっては、それが楽しみの一つにさえなった。正月には少しだか餅もつけたし、文吉に着物を一枚作ることができた。老いたはその頃、おもちゃのくくりざるを作る内職をしていた。 一番上の十二になる大地という子は、十一月のうちに下屋の方の七屋へ奉公に出したが、これは食い縁が減ったというだけで、やっぱり直吉の補助がなければ苦しいらしい。あれからずっと半日ずつ文吉を預けるので、こっちはその礼のつもりもあるのだが、それではすまないと思うのだろう。老いとは心つになる女の子を毎晩そっと、 辻裏売りに出していた。牧が初めてそれを他人から聞いた夜、いくらなんでもかわいそうだと言って涙をこぼした。あの子ばかりじゃねえ。世間にはもっと哀れな子がいくらでもいますよ。直吉はそう言って牧なだめた。苦しい時は苦しいようにする。貧乏なものは誰に助けてもらうこともできねえ。みんなそうやって小さいうちから自分で 生きることを覚えていくんですよ。聞かないつもりにしていておやんなさい、そのほうがかえって人情というもんですよ。正月の餅は、むろんこっちから分けたし、太一が藪入りできたときには小遣いもやった。わずか40日余りではあるが、他人の飯を食べたということは争えないもので、座り方も礼の言いぶりもきちんとしていたし、帰りはちゃんと挨拶によって。 すみません。おっかざいな妹たちのことをお願いします。おばさん、お大事に、などと言って言った。まきはよほど感心したものと見えて、方向に行くとあんなにも変わるものだろうか、それとも、あの子の性質だろうか。お糸さんも、どんなに心丈夫か知れない。やっぱり、男の子は頼もしいものだ、などと言い、文吉を抱いて、強く頬ずりをした。ぼうやも、 早く大きくなってね。いい子に育って、おーちゃんやなおさんの力になってちょうだい。といっちょに負けちゃダメよ。冗談じゃねえ。坊やの力を借りるようになってたまるものが、とんでもないことを言いなさんな。だって、なおさんだって、いつかおじいさんになるんだもの。ねえ、坊や。マキは、文吉にかこつけてこう言った。その時は、坊やが働いて、なおさんに、楽隠居をさせてあげるんだって。ねえ。 そうだわね、坊や。その時の牧の言葉は、直吉の心に深く悔い入った。おそらく、その場限りの軽口だったろう。ほんの行きがかりの言葉に過ぎなかったろうが、彼にとっては、心のおののく感動であり、恐ろしいほど大きな誘惑であった。老年になった自分が、立派に成長した文吉の家で、 分吉に養われて安楽に暮らす。そんなことはありえない。親子でもない者がそんな身分になれるわけがない。こう打ち消す後からその夢のような空想は彼をつかんで離さなくなった。18日は縦正では法事で店を休むことになった。その前の日直吉はメザルを持って暗いうちに家を出た。 缶が開けてからずっとしじみとりはやめていたが、うとう思い出して自分が食べたくなり、久しぶりに古川へ出かけたのである。あるとは言っても正月17日のことで、道には霜が真っ白だし、ちょうど吹き出した風も骨にしみるほど寒かった。いつもの場所へ行き、ももひきを脱いで川へ入ったが、しばらくうとうのいていたせいか、身の縮む冷たさで、 何度も声を上げずにはいられなかった。しじみはたくさんいるので、探す苦労はなかった。ざるでしゃくうと、大粒のが、十も十五も入ってくる。かなり強くなった北風で、周りの枯れ足がしきりに騒ぎ、川モは鋼色に涙っていた。このまま、三人で暮らしてゆけたら。直吉は、また頭の中で、 いいつもの空想にふけていたおかみさんの言うとおり、政治は帰ってこないかもしれない。本当にもし帰ってこないとすれば、そうすればこのまんまで3人が一緒に暮らしていける。そうなったら、どんなに楽しいだろう。文吉は立派に育つ。職人にするか、商人になるか、とにかく一人前になるまで、俺はどんな苦労でもしよう。そして、文吉が立派に家を持って、 嫁をとって、やがて子供が生まれたら、俺は日向で、のんきに子供の森をする。おまきさんは目が不自由だ。子森はやっぱり俺の役さ。そう考えてきて、直吉はぎくっとした。バカな、バカな、なんてバカなことを。彼は激しく頭を振り、しゃがんだまま、猛然と、水の表を眺めた。さわさわと、枯れ足が鳴り、 川波がしきりに岸を洗っていた。直吉はやがてしかんだような、諦めの悲しい苦笑いを浮かべ、再びしじみをしゃくい始めた。あくる日は休みなので、ゆっくり朝寝をし、しじみの味噌汁で文吉も一緒に飯を食べた。三人で揃って食事をすることはまれなので、文吉は霊によってはしゃぎ、しじみの実を自分で取るのだと言って、 汁ンをひっくり返したり、直吉に抱かって食べると言い出したりした。だめよ、そんな。もう4つじゃないの。余ったれると聞かないわよ。よしよし、抱かれ抱かれ。直吉はすぐ、あぐらになって抱き入れた。とも残ったもの、なあ、坊や。4つといたって、まだ丸3つにもならねえんだから。ほら、大いばりで余ったれていいんだぜ。そんなことを言うから余計。 こう言いかけて、まきがふっと口をつぐみ、耳を澄ました。3-7。隣でおとが何か言っていた。誰かこのうちを聞いたものらしい。ありがとうという声がしてすぐに、この家の戸口へ人が来て立った。ああ、みんな達者だな。こういう声を聞いて、まきがまず、 ああと声を上げた。両掛けを肩にし、傘を手に持っている。尻っ端処りでキャハンにわらじ、かっぱを着た旅姿である。その格好を見ながら、そして日焼けの下、その顔を見ながら、直吉にはそれが政治だとは、すぐにはわからなかった。目が見えないために、かえってその声で、マキにはわかったのだろう。いきなり、ああと身を震わしたが、 それが異常に感じられたと見え、文吉が怯えて直吉にしがみついた。そして直吉がようやく相手を認め、慌てて食前を押し合ったり、手早くそこらを片付けたり、すすぎの水を取ったりする間、彼のたもとに固く捕まったままついて回った。よかったよかった。よく帰ってくれた。直吉はうろうろしながらこう言い続けた。 こんな時刻にどうしたんだまさか夜道をかけてきたわけじゃねえだろうが。なにこっちへ帰る。友達と一緒だよ。イジはそこへ両崖を投げ出し、直吉の持ってきた水で足を洗った。その男の家がサメずなんで、ぜひというもんだから、夕べはそこへ泊まっちまった。今朝はカラスと一緒に起きてきたわけさ。それさいざ、寒くって大変だったろ。直吉はすすぎを助けながら、 政治の様子を見た。足も手も綺麗だった。カッパを脱ぐと渋い紬島のついで、帯は竜とした博多の根剣状、サンゴのゴブ玉のおじめのついた陰謀、そして印伝川のタバコ入れなど。それからもう一度目をその手指へ戻した。白くて指先の細いしなやかなスベスベした女のような綺麗な手だ。 どう見ても男の、それも、のこぎりかんなを使う職人の手ではなかった。おい、坊主、どうした足を拭きながら、聖児は子供に呼びかけていた。どうしてそんなにひっついてるんだあれは可愛いのか知らねえ顔でびっくりしたな。なのに、これがあれか留守に生まれたせがれが。そうなんだ。名前は、文吉とつけたんだが。こう答えながら、直吉は、 体がわなわなと震え、顔色の変わるのが自分で分かった。今怒ってはいけない。穏やかに話さなくてはいけない。落ち着くんだ。懸命にそう自分を押さえつけた。しかし、生死をそのまま上げる気にはどうしてもなれなかった。どれほど人を見くびったにせよ、生死がその身なりとその綺麗な手で、この家の敷居をまたげる道理はない。どんな人間にも、 そこまで人を踏みつけにし、愚にする権利はないはずである。帰ってきたばかりで、なんだが、直吉は、できる限り静かにこう言った。会わってもらう前に、ちょっと、断っておきてことがあるんだ。挨拶もそれからにしてえと思うんだが。俺はその前に、言わへ行ったわよう。それもいいが、ちょっと待ってくれ。直吉はそう言って、文吉を抱き、 隣のお糸のところへ連れて行って預けた。戻ってくると自分は上へ上がり、きちんとかしこまって手を膝へ揃えておいた。はじめに、詫びを言わなきゃあならねえ。おめえが立って行った明る年の秋、地震があって家が潰れ、うのを死なせたばかりが、おかみさんの目を不自由にしてしまった。そうだってなあ。家は表の視野であるまし聞いてきたが、 おめえから預かった大事な二つ。店を後方もなくしてしまい、おかミさんをこんなにしてしまった。いかに災難とは言いながら、誠に申し訳がねえ。勘弁してくれ。直吉は低く頭を下げた。まあいいやな。自信にはしょうがない。どっちにしろ人間の力に及ぶことじゃねえんだから。これで、詫びが済んだわけじゃねえか。と言って、直吉は顔を上げ、相手の目を見た。 今度は、俺の方で聞くことがある。おめえは三年前に、ここを出て行った。どういうわけで、旅へ出たかということ、をおめえ覚えてるかわかってろな。そんな。今更そんなおめえどうしてもと、そんなことを言うんだ。念のために聞こんだ。妙な噂も耳に減ってるし、俺にも、腑に落ちねえことがある。忘れちゃういめメイが。俺は亡くなった親方から、 おめえとおかみさんの貢献を言いつかった。政治が幕地へ手を出したら縁を切ってくれ。こう言いつかったことはおめえも知ってるはずだ。おめえは幕地へ手を出した。しかし、おらは縁は切らなかった。親方の言いつけには背くが、おかみさんが身ごもっていたし、おめえも今度こそ、引っぱりやめると言った。それには、江戸から二三年足を抜いて、悪い友達と縁を切るほかはねえ。 そう言って、おめえは旅へ出て行ったはずだ。ちっとばかり行くのかねえかそんなことはわかってると言ったじゃねえか。まあ、聞いてくれ。おめえはそう約束して出て行ったんだ。いいかそれで改めて聞くわ。これは聞いていいと思うが。おめえ、あれから真面目に、職人で稼いでいたかその他におめえ、俺は職人だから、 それで稼ぐより他にしようがねえやな。博打はしなかったかサイコロを手にしたようなことはねえかそんなおめえ、そんなことは今さら念を押すことはねえやな。いくらおめえ、なんだからって、俺だって約束したからには。じゃあ、また次郎と、大阪で会ったな嘘か。ああ、またの野郎か。聖事は唇の端でニッと笑った。会ったことはあった。 そうさな。明けておととしの冬時分だったか土壌町ってどこで、ちょっと顔を合わせたっけあいつ、今でも暇を出されたのを恨んでると見えて、俺の仕事先へ行っちゃ悪口を触れてやがった。一ん、痛いてえ目を見せてやりてえくれえだ。だが、またはおめえと、爆縛りあったと言ってるぜ。そりゃあ、あいつのことだし、今も言う通り、暇を出されたのを恨んで。 あっちでも俺の陰口を触れ回ったくレイだから。または、またこう言ってるんだ。おめえはその土地で、商売人仲間でもいい顔だ。兄貴株で建てられてる。こいつも嘘か聖事は、ちらっと奥を見た。薪は血の毛をなくした怖がった顔で、こっちを向いて座っていた。白くなった唇も、膝の上の手も、見えるほど、ブルブルと震えていた。 まるでこれはお知らせへ引き出された形だぜ。聖事は苦笑しながら、ちょっと開き直った。それはいいが、何ワおめえ、タジ次郎の飼い口と、この俺の言うことと、おめえ、どっちを信用するんだ悪いことをして店を追い出された人間と、この俺と、どっちの言うことを信用するが、そいつをまず聞こうじゃねえが。正直に言えば、ほら、どっちの言うことも信用しねえ。 こう言って直吉はぐっと目を上げた。口はどうにでも聞くことができる。俺はこの通り、クズでノロマだから、口じゃどうにでもごまかされる。だが、人間にはごまかしの効かねえものがあるんだ。顔かきと縫い箔やとは足が違う。刺し物職人と遊び人とも違うところがある。どこが違うどこがごまかせねえと思う政治。ってなんだ。 普段のみやカんナをいじってる職人とまっとうでねえことをしてぶらぶらしている人間た手が違うんだ。こいつだけはごまかせねえんだ。誠じ、おめえ自分の手をここへ出して、これが職人で稼いだ手だと言えるか言えるなら言ってみてくれ。それが職人の手か。誠治はもう一度薪を見た。それから印籠を抜き、 何か小粒の薬を出して口へ入れてポツポツと噛んださすがに顔色は青くなったが唇の端では相変わらず苦笑していた人間はご重宝なもんだせせら笑うように誠治は言った泥棒の上前をはねるようなことをしてその言い訳に相手へ何癖をつけるか自分でグズだ泥棒だと言いながら巾着切りも顔負けの知恵を回し上がる 大変な野郎があったもんさそりゃあ俺に当てつけて言うのか見えすいてるってんだてめえの腹ぶれ見通しだってんだなお人の女房と悪いことをしたやつはなもうちょっと挨拶のしようがあるもんだぜ人の女世辞ってめえおっと待て世間は目らかもしれねえが俺には目があるんだぜ30過ぎて 一人身の男と分けえ女が、こんな小ぼけな家で足掛け四年も一緒に寝起き。これだけだって当たり目じゃねえ。それより、動かねえ証拠は、てめえたち二人の挙動だ。亭主が四年ぶりで帰ったのに、女房はお帰んなさいとも言わず、男は上へも上げねえで追い出しにかかる。ふん。かりすぎて、こっちが恥ずかしいや。それだけは言うな、聖地。そいつだけは。直樹は、 両手の拳を震わせながら、悲鳴のように一向遮った。しかし、聖司は脱いだ足袋を吐き、わらじを吐きながら言った。何を言いやがる。下手にきれいな口を聞くより、欲しければ欲しいというがいい。こっちは、片物の女なんぞに未練はねえんだ。体れやるから、好きに仕上がれ待ってくれ、聖司。そいつは違う。それだけは違うんだ。待ってくれ。そいつだけは、待ってくれ。 うるせえ。薪はてめえにくれてやる。それで文句はねえだろう。聖事はすでに足ごしらえをし、両がけと傘を手に持った。そして、敷居へ片足をかけながら、こっちへ振り返って、こう言った。断っておくかな。俺は確かに爆地を撃った。爆地を撃ったのは確かだが、そのために女房の着物一枚なくしたことはねえぜ。いいかこいつは、はっきり断っておくぜ。そして、 表へ出て行った。三の八。直吉は石のように固くなって目をつむり歯を食いしばって我慢した。喉の裂けるほどわめきたい。追っていって相手をズタズタにしてやりたい。何もかもぶち壊し自分も死んでしまいたい。そういう激しい衝動で締めぎにかけられるか。 火あぶりにでもされるほど苦しかった。そうしてややしばらくして、彼は立って台所へ行き、水を汲んで、着のまま飲んだ。二杯続けさまに飲んで、流しの前に呆然と立った。かいそうなことをした。身を焼くような怒りとは無関係に、そういうつぶやきが、うと口から漏れた。直吉はやっぱり直吉である、ふんの血が、 まだ体中にたぎっているのに、頭の中ではもう別のことを考えていた。旅から帰ってきたばかりじゃないか。足掛け4年ぶりじゃないか。久しぶりで妻に会いたい。女子に生まれた子の顔が見たい。親子3人、しみじみと話したい。そう思って帰ってきたんじゃないか。お前さんだって今日という日を待っていたんだ。目の見える俺より先に。 一言声を聞いて、政治だということがわかりますった。待ちに待っていたんだ。そして、その人が帰ってきたんだ。俺さえいなければ飛びついたろう。お互いに手を取り、抱き合って泣いたに違いない。それが、夫婦というものなんだ。俺はあいつを、上へも上げなかった。知ったような顔で理屈を並べ、言い訳もろくすっぽを聞かなかった。柄にもねえ。 頭からポンポン人をやりこめた。そして、四年ぶりに会う親子夫婦の中を、慈悲も忍者もなく、引き裂いちまったんだ。五体はまだ、怒りで震えていた。口押し、情けない、どうしてくれよう。こういう気持ちも、胸に揺れ返っている。しかし一方では、二人にすまないという思いが、次第に強くなり、広がっていった。 彼の手から被尺が落ち、流しの上で大きな音を立てた。直吉はその音で、はっと我に帰り、台所を飛び出して、薪の前へ行って座った。舞さん、勘弁しておくんなさい。足が悪かった。足が言い過ぎたために、こんなことになった。なんとも、申し訳がねえ。どうか、勘弁しておくんなさい。さっきから、 そこに座ったまま、木で作ったかのようにみじろぎもせず、一言も口をきかなかったマキが、その時初めてそっと首を振り、かすれたような声でこう言った。あたし、ちゃんとここにいたのよ。ここでちゃんと、はじめからしまいまで聞いていたのよ、ナオさん。あんたは、ちっとも悪かはないわ。ちっとも、言いすぎやしないことよ。そうじゃねえ。 言い過ぎた。馬鹿正直で、頑固で、てめえがいれえような口を聞いた。直吉は顔を伏せ、目を拭きながら続けた。政治の言うことにも理屈はある。おら、親方の遺言,言だけを守り本尊にしていたが、あいつは、誰にも負けねえ腕っこきの職人だ。今、あいつが言った通り、女房をこの着物一枚なくしたわけじゃなし、バクチグレーの道楽はさせてもよかったんだ。おいさん。 俺は、きっと政治を探してくる。聞くとこを聞きゃわかるはずだ。きっと探して連れてくる。どうか。俺のことは勘弁して、気を落とさずに、待っていておくんなさい。よして、ナオさん。いえいえいや、あの人を探すことなんかなくってよ。私の顔を見てちょうだい。こう言ってマキは座り直した。こわばっていた表情が溶け、明るい。 静かな微笑が浮かんでいた。あたし、笑ってるでしょちっとも悲しそうな顔じゃないでしょ胸の中も、この通りなの。本当に言って、さっきは、笑いたかったのよ。そんなことを言って、だって一体。あの人は、腕っこきの職人で、道楽の一つぐらい持ってもいいかもしれない。それはそうかもしれないわ。けれども、あの人は、 爆地だけはしちゃいけないはずよ。それは亡くなったお父さんが念を押していったじゃないの。それだけは、どんなことがあっても。それだけはしちゃいけないはずだわ。牧の方には血が昇った。膝の上で両手の指を組み、それを揉み絞るようにしながら言葉を継いだ。今、あの人、そこで威張ったわね。爆地はしたが、 両房の着物一つ吐いたことがないって。私が笑いたかったのはあの時よ。着物一枚なくしたことはないって。なおさん、あんた忘れやしないでしょあの人が旅へ出た後のこと。どこもかしこも不義理だらけで、あたご下や八丁堀にも口を聞いてもらい、あんたが言い訳に飛び回ったことを。売れるものは何もかも売って。 家中がガランドになったこと。それでも、八十何両という借金が残ったこと。忘れやしないでしょう、ナオさん。あんたは忘れても、あたしは、ちゃんと覚えていてよ。マキは息をつき、声の調子を落とした。あたし、はじめの一言で、あの人だということがわかったわ。そうわかったのに。確かに、あの人だとわかったのに。 どうしても、あの人の声じゃなかった。まるで、他人の声にしか聞こえなかった。話せば話すほど、私とは、縁もゆかりもない、まぐれてきた人のようにしか聞こえなかったの。私が黙っていたのはそのためよ。あんまり優しくって、どうにも、口が聞けなかったのよ。そんなことを言って、だってそれじゃ、これから一体、どうしたらいいんですお願いがあるの。 すまないけれど、これからちょっと、月当たりへ連れてってちょうだい。月当たりって、あの歌詞のですかそうよ。坊やは預けてやるし、このままでいいの。さあ、行きましょう。直吉は、素直に立ち上がった。草履をはがせてやり、手を取って外へ出た。お糸に断って路地を出て、そろそろと、 溝口様の屋敷の角を曲がっていった。薪の言う突きたりは、ほとんど昔のままだった。変わったといえば、道の方に低い柵ができたのと、広い空き地の真ん中どころに、武家屋敷の方から、川へ下水が掘られたくらいのもので、その他は、何もかも、昔通りだった。ところまばらに枯れ草の茂みがあり、小さないじけたような干木もあった。 私が初めて歩いたのどここの辺でしたかねあの頃と変わっていないええ、あの自分の通りですよ。まきは肩をすくめ、くすっと笑いながら自分でそろそろと足探りに歩いた。いいの、大丈夫。自分でわかるわ。ねえ、ここだわね。転んでこぶを出したの。それからこっち。そう、こ,こらだわ。 ああ、危ねえ。川へ落ちるぜ。直吉は駆け寄って押さえた。牧はその手にぎゅっとすがりつき、見えない目で直吉へ振り向いた。ここで初めて。初めて私、おしっこをさせてもらったので、ね、直さん。覚えてるわ。私、みんな覚えてるわよ。牧は直吉の手にすがったまま。 初めてその時、涙をこぼした。くくと喉を鳴らし、耐えるような声でむせびあげた。あんたにおぶさって、あんたの背中をぬらした頃から、夫をもって幸運で、その子が四つになる今日まで、私はずっと、あんたの世話になり通したわ。辛い時、悲しい時、苦しくってたまらない時、 いつも助けてくれたのは、あんただった。あんた、一人だったわ、なおさん。牧は身もだいをし、キリキリと歯を食いしばって、おいつを与えた。私のことを、本当に心配し、私のために、本気で泣いてくれたのは、この世の中で、なおさんたった一人よ。目が見えなくなってから、初めてそれが分かったの。 何にも見えない真っ暗な中で、じっと座って考えているうちに、だんだんそれが、はっきりしてきたわ。目の見えるうちは、気もつかないようなことが、見えなくなってからは、よくわかるの。あの人、夫に選んだのは、目が見えたからよ。見えない今は、声だけでわかるの。何もかもよ、ナフさん。昔も今も、 私にとっては、ナオさん一人だった。これからも、私には、ナオさんだけだわ。ねえ、そう言ってもいいわね、ナオさん。こう言って、ナオきちの胸へみをすり寄せ、咳を切ったようにマキは泣いた。ナオきちはその肩を抱いた。二十ね年かの長いつ月を回って、昔の二人が、今、 めぐりあったようだ。そうだ。これが本当だ。これでようやく落ち着くんだ。長い年月だった。直吉は、薪の背を撫でながら言った。おら、口が下手だから、思うことの半分も言うことができねえ。ただ、一言だけ言うよ、おまきさん。おめえと坊やと二人。おら、きっと、 幸せにするぜ。今でも幸せだわ。あんたと暮らすようになってから、あたし、ずっと幸せだったわよ。マキは男の胸へ顔を伏せたまま、おののくような声で囁いた。あたしの望みは、もう、一つしかないの。それだけでいいの。聞いてくれて、ナオさん。あしに、できることでしょうね。 今でなくってもいいの。いつか、あんたの気持ちがそうなったら。もしもそんな気持ちになる時が来たら。空き地の向こうの橋で、船から砂を上げる賑やかなざわめきが聞こえだした。直吉は赤くなった顔で戸惑いをしたように、曇り日のどんよりした空を振りあおいだ。